一つ目、愛媛僧侶ストーカー殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。よく殺人の理由で怨恨とか言われるが、こういうのって、出どころは知り合いだったりするんだろうか。人間関係の延長線だから、そういうところから出るのが一般的ではあるわね。ということは犯人が知り合いなことが多いんだな。それだと被害者の行動パターンとかも知ってて犯行をしやすそうだぜ。絶対にそうとは限らないわ。知り合いではない被害者の家を、探偵を使って探した犯人もいるのよ。探偵を雇ってまでってすごい執念だが、一体何があったんだ？この事件は2014年12月16日午後8時頃に愛媛県松山市で起こったものよ。被害者は松山市のマンションに住んでいた当時37歳の黒田美希さんだったわ。自宅で殺害されたのか。ストーカー殺人って話だし、そのストーカーに殺害されてしまったのか。黒田さんを殺害したのは徳島県徳島市の長剣寺の住職、くるみよしのりだったの。くるみは徳島県に住んでたのにどうやって黒田さんと知り合ったんだ？これについては後で黒田さんの行動を合わせてまとめて話すわね。事件当日、くるみは午後5時頃に黒田さんのマンションに訪れたわ。宅配業者に変装し、宅配伝票を貼り付けた段ボールとサバイバルナイフを持っていたのよ。変装して凶器まで用意してるってことは、事前に準備をしてたんだな。くるみは黒田さんを騙して部屋に侵入すると、彼女を殴り倒したのよ。そして首に刃渡り約10センチのサバイバルナイフを刺して殺害したわ。行動に躊躇がないぜ。最初から殺意を持って行動してたわけだな。しかし、家の中で起きたとなると発見が遅れそうだぜ。その日のうちに事件は発覚しているわ。その日、黒田さんは知人と待ち合わせをしていたのよ。時間を過ぎても来ない黒田さんを心配した友人が第一発見者になったわ。黒田さんは知人と何の約束をしてたんだ？その日は黒田さんが所属していたバスケットボールクラブの忘年会だったのよ。なるほど、同じクラブの知人だったんだな。それで通報はすぐにされたのか？最初に通報を受けて駆けつけたのは救急隊員だったそうよ。警察への通報は救急隊員が行ったわ。そういう経緯だったのか。あっという間の事件だったみたいだが、現場の状況はどんな感じだったんだ？現場の様子だけど、室内を漁った様子も、争った形跡もなかったそうよ。くるみは黒田さんを殴って、すぐに刺していたな。抵抗する暇もなかったんだろうな。ただ、現場からは黒田さんの携帯電話がなくなっていたわ。黒田さん宅から持ち出されてたのはこの携帯電話だけだったのよ。くるみは携帯電話だけ持ち去ったんだな。黒田さんの遺体はどんな状態だったんだ？遺体には刺し傷や殴られた痕跡の他に、首を絞めた形跡もあったわ。くるみには強い殺意があったようで、ナイフによる傷は頸動脈まで達していたのよ。それは妙だな。くるみは殴った後すぐに首を刺したって話だったし、その後に首を絞めたってことなのか？詳細はわからないけど、そういうことになるわね。刺された後に黒田さんが抵抗した可能性があるんじゃないか？でも、着衣の乱れもなかったのよ。首を絞める行為の理由はわかっていないわ。そうなのか。しかしくるみはどうして黒田さんを狙ったんだ？住んでる県すらも違うみたいだし、知り合うのは難しいような気もするが。ここからは、くるみが事件を起こした理由を話していくわね。さっき言ったようにくるみは、徳島県徳島市の長剣寺の住職を務めてたのよ。住職ってことは、地元から離れるタイプの仕事じゃないよな。どうやら黒田さんが徳島市に来た時に知り合ったみたいなの。黒田さんは元小学校教師なんだけど、退職してからは接客業をしていたわ。保険のセールスにネイリストなど、いろいろね。黒田さんは複数の仕事をしてたんだな。じゃあその接客か何かの時に知り合ったのか？保険の勧誘をくるみにしたことがあるらしいから、きっかけはそうだと思うわ。しかしそれだけでストーカー行為をするとは思えないぜ。くるみはロマンチストで運命を感じてしまったのか？ロマンチストかどうかは知らないけど、くるみは黒田さんに好意を寄せていたわ。でも、くるみは事件前に結婚しているのよ。事件当時も妻との二人暮らしだったわ。既婚者だったのか？そうなると、ますます執着する理由がわからないぜ。まして殺害するなんて意味不明だ。黒田さんが他の男と一緒に歩いているのを見たのが恨みのきっかけのようね。自分は別の女性と結婚してるのに、それじゃあ完全に逆恨みだぜ。ネットでは黒田さんとくるみが不倫関係だったって説も上がってるけど、これに関しては確証がないわ。そのあたりは当事者にしかわからないな。二人がただの勧誘員と客の立場だったのかは、それはそれで怪しいのよ。後で話すけど、勧誘員と客の立場を超えたやりとりがあったわ。一線を超えたやりとりの末に事件が起きたのか？まあ、殺人をした時点でくるみに同情の余地はないが。話を戻すわね。黒田さんに一方的に恨みを抱いたくるみは、まず誹謗中傷を始めたのよ。
誹謗中傷って、ネット上で悪口を書き込むことだよな。どんな書き込みをしたんだ？接客態度が悪いといった感じの、接客業に関する悪口だったわ。実は、くるみが警察の捜査線上に上がったのもこれが理由なのよ。黒田さんの接客についてという体で書き込んでたのか。ネットでわざわざそこまでするくらいだし、かなりの恨みを抱いてたんだな。それだけじゃないわ。くるみは探偵事務所へ依頼して黒田さんの身辺調査をさせていたのよ。これによって黒田さんの自宅や行動パターンなどがくるみに知られてしまったわ。いくら探偵とはいえ、それって法的に認められてる行為なのか？探偵業法って法律があって、その法の範囲内ではあるわね。探偵業のための張り込み、聞き込み、尾行、データ調査は許可されてるのよ。不正な入手手段でなければ違法にはならないわ。探偵業法なんて初めて聞いたぜ。だが、それで事件が起きたわけだし、探偵側も良くなかったんじゃないか？この時の情報が犯行に繋がったのは事実だわ。でも、依頼者側のモラルの問題だから探偵側の非は問えないわね。確かに、くるみが嘘の依頼理由を言えばそれまでだな。もちろんだけど、これは探偵業法に基づいた基準の話よ。個人がそんなことをやったら違法行為になるわ。私には縁のない話だが、気をつけるぜ。それで重傷を知ったくるみは、すぐに事件を起こしたのか？すぐには起こさなかったわ。でも、事前に車で現場近くを訪れていたようね。黒田さんのマンション近くの防犯カメラにもくるみの車が映っていたのよ。下見をしていたのか？犯行時の準備といい、計画的だぜ。下見だったのかは不明だけど、黒田さんは事前にくるみの行動を察知してたようで。最近しつこく男につきまとわれている。ストーカーされているかもしれない。なんで私が松山に住んでいることを知っているんだろう。と、友人に相談してたわ。ストーキングされてることに気づいてたんだな。この件はちゃんと警察に相談はされてるのか？それが、黒田さんは警察に相談してなかったみたいなのよ。この理由についてはわかってないわ。警察に言わなかった理由が気になるぜ。事前に相談していれば違う展開もあったのかもしれないな。そうなんだけど、そのまま事件に繋がってしまうわ。事件当日の黒田さんは友人とのランチの後、午後2時頃に帰宅しているわね。夜には忘年会の予定があったんだよな。それまで黒田さんは自宅にいたのよ。このタイミングで、くるみは黒田さんのマンション近くに来たわ。部屋の明かりがついていることで、家にいるのを確認したのよ。黒田さんが家にいるのを確認してから犯行に及んだんだな。これで事件発生までの話はわかったぜ。ところで、事件後のくるみはどんな行動をしてたんだ？黒田さんを殺害した後、くるみは彼女の携帯電話を持ち出したわ。そういえば、携帯電話だけがなくなっていたんだったな。で、その後のくるみはどんな行動をとったんだ？黒田さんの家を出たくるみは、一般道で自宅のある徳島市へと向かったわ。高速道路を使わなかったのは、記録が残る可能性を恐れてのことね。事前準備や変装もそうだが、かなり慎重に動いているな。それだと、犯行後に痕跡も隠していそうだぜ。道中の吉野川河口付近で、サバイバルナイフと黒田さんの携帯電話を捨ててるわ。現場から県をまたいだ場所に証拠を捨てたのよ。そうなると、警察も捜査に苦労しそうだぜ。実際、捜査はかなり難航していたわ。警察は顔見知りの犯行だと考えたけど、容疑者が絞れなかったのよ。くるみの隠滅行為もあったけど、黒田さんは仕事で県外にも出てたのが大きいわね。だから警察は、県外にも人を派遣する必要があったのよ。県外にも捜査の手を広げるとなると相当な動員数になるんじゃないか？投入した捜査員は約1万7千人と言われてるわ。そんな中でくるみが容疑者として上がったきっかけが、誹謗中傷の書き込みだったの。ネット上で、黒田さんの接客が悪いって書き込んでたんだよな。とんだ自滅行為だぜ。さらに、黒田さんのマンション近くの防犯カメラ映像で容疑が深まったわ。カメラにはバッチリ、くるみの車が映っていたのよ。それでくるみは逮捕されることになったんだな。事件から約半年後の2015年6月4日にくるみは逮捕されているわ。逮捕後のくるみは取り調べに対して、私が殺しました。最初から殺すつもりで部屋に行った。と供述してるわ。殺害自体はすぐに認めてるんだな。気になる動機の方は、何も話さなかったのか？動機については答えたくありません。簡単に話せる話ではない。と話しているわね。ただ、これについては法廷で少しだけ触れられてるわ。詳細は分かってないって話だったが、法廷で何か判明したのか？くるみの初公判は2015年11月25日に行われたわ。ここでの検察による冒頭陳述で、黒田さん殺害の動機が判明したのよ。どんな動機だったんだ？検察によると、くるみ被告は接客業をしていた黒田さんに現金340万円を渡し、仕事を辞め、他の男性と会わないように要求したが関係が悪化し、お金を返してもらえず殺害に至った。というのが犯行動機なのよ。
黒田さんはくるみからお金をもらってたのか？それならさっき言ってたみたいに普通の勧誘員と客との関係性じゃないってことになるぜ。その話は本当なのか？公的な場で検察から語られたわけだから、信憑性は高いわ。くるみ本人はこの内容について反論してるのか？この内容については、くるみも間違いありませんと認めてるわ。それと被告人質問の時には黒田さんに対して、取り返しのつかないことで被害者には大変申し訳ないことをしてしまったとも語ってるわね。反省しているという態度で裁判に臨んでるんだな。でも、殺害した経緯に関しては、大金を渡したにもかかわらず、仕事を辞めず、自分以外の他の男と会っていたことを知り、怒りがこみ上げたとも証言してるわね。やはり検察の言う、大金のやり取りは本当なんだな。だが、黒田さんがお金を受け取った理由が気になるぜ。額が額だし、後のことを考えたら受け取らない方が無難じゃないか。それについては後で少し話すわ。次は犯行内容の話になるけど、ナイフによる殺害は想定外だったとくるみは話しているのよ。当初、くるみは事故死に見せかけたかったみたいなの。おいおい、サバイバルナイフを用意してるじゃないか。なのに事故死に見せかけようとしてたって証言したのか？初公判の中でくるみは気を失わせて風呂場などでの事故死を装おうとしたが、抵抗されているうちに刺して殺すしかないと思ったって証言してるのよ。現場にそんな痕跡はなかったし、くるみは殴り倒してすぐに刺しているぜ。だからこの証言には違和感があるのよね。信憑性は低いと思うわ。罪を軽くするための抵抗に思えてしまうぜ。それで、最終的にどんな判決が出たんだ？くるみに下されたのは懲役16年だったわ。日野浩一郎裁判長は、黒田さんへの恋愛感情を断ち切れず、金銭を渡したのに会ってもらえないことによる恨みなどの感情に囚われた犯行で、動機はあまりに未熟だと判決理由を語ってるわね。大金を渡したのが事実だったとしても、身勝手な理由で殺人をしたのは事実だからな。でも、その一方で黒田さんの不誠実な態度にも触れているわ。340万円もの大金を受け取って約束を破った点ね。ずっとそこが気になっていたんだ。普通は勧誘先の客からそんな大金を受け取ったりしないぜ。最後に、黒田さんが大金を受け取った理由に関する説を紹介するわ。何がどうなったら大金のやり取りに発展するのか、気になるぜ。話す前に、ソース不明のネット情報ってことを前置きしておくわね。当てにはならないってことだな。それでも聞きたいぜ。実は、黒田さんが風俗の仕事をしていたという説が上がっているのよ。黒田さんはいろいろな仕事をしてたって話だったな。その中に風俗業が含まれてたかもしれないのか？あくまでネットの情報だけどね。それだと、くるみが大金を渡した理由もわかるような気がするぜ。だが、さっき霊夢は不倫関係にあった可能性も指摘していたな。風俗嬢と客として出会った可能性もあれば、別の形から不倫関係に発展した可能性もあるわ。これらの説から、ネットでは黒田さんがお金を騙し取っていた可能性まで語られたのよ。くるみは黒田さんを独占するために大金を出し、黒田さんが約束を破った可能性もあるんだな。だが、ネットで何が語られようが、くるみが悪いことに変わりはないぜ。しかもガセだったら黒田さんがあまりに気の毒だ。その通りだし、ネットの噂は鵜呑みにできないわ。ただ、検察が発言している以上、大金のやり取りが真実である可能性は高いのよ。今となっては、くるみしか真実を知らないわけだな。もやもやするぜ。二つ目、宇都宮宝石店放火殺人事件。じゃあ早速、事件の詳細を教えてほしいぜ。事件が起こったのは、平成12年6月11日、午後7時30分頃のことよ。栃木県宇都宮市のジュエリー包み宇都宮店に、とある一人の男が入店してきたことで発生するの。誰なんだ？その男というのは。訪れた男の名前は、自称、産業廃棄物処理会社社員の篠沢和夫、当時49歳。篠沢の要件は、宝石1億5000万円分の取引をしたく、現金で購入するから商品を用意してほしいというものだったわ。でも、この後すぐ、宝石店で火災が発生するの。話を聞くに、その篠崎って男が犯人なんだろうが、火災の原因はわかっているのか？その時はまだ何も判明していなかったわ。消火活動はすぐに行われ、火をまたいだ翌日の午前0時あたりに火はすべて消し止められたそうね。もしかして、霊夢が言っていた6人の死亡者は、この火災が原因で出てしまった犠牲者か？その通りよ。冒頭でも言った通り、店内からは6人もの焼死体が、発見されて、性別の判断すら難しい状態だったみたいなの。怖いな。なぜそんな事件を起こす必要があるんだ。後にわかったんだけど、発見された6人は、全員宝石店の従業員だったようね。従業員を巻き添えに事件を起こしたのか、恐ろしい男だぜ。さっきマリサが言ったように、この篠沢和夫という男が、今回の事件の犯人になるの。やっぱりそうか。
それでどうしてこの男は、ここまでひどい事件を起こしてしまうんだ？過去の出来事か何かに関係しているのか？過去の出来事というよりも、この事件は、彼の人格に問題があるかもしれないわ。ここからは、篠沢和夫の生い立ちについてを解説していくわね。篠沢和夫は、栃木県の小山市というところで生まれ、ごく普通の家庭で育ったの。家庭環境に問題があるとかではないんだな。ええ、周囲の環境よりも、篠沢自身に問題がある感じだからね。彼は何の理由があったのか、高校を中退していて、その後は関西の、蕎麦屋に修行に出ていたんだけど、それは数年で辞めてしまったわ。辞めてしまったのか。その後は何をしながら生きていたんだ？辞めた後は一旦実家に帰って、父親の援助を受けてうどん屋を開業するんだけど、経営に行き詰まった挙句、割と早めに閉めてしまったみたいなの。せっかく父親が援助してくれたのに、ダメだったのか。それからは飲食店を転々としていて、でもどれも、長続きせずに、そのまま辞めてしまっているわ。性格上、長続きしないタイプだったのかもしれないな。ただ、篠沢は1998年に産業廃棄物処理業者に関わったことで、一時的にまとまった収入を得ることができたの。そうなのか。でも一時的にってことは、その業者もすぐに辞めてしまったのか？そうね、そこも結局、一年足らずで辞めてしまってるわ。しかも、産業廃棄物業者時代に得た収入も、ブランド物の購入や、貴金属の購入などで、瞬く間になくなってしまったの。一体何をしているんだ？この男は金遣いが荒いのか？まあそんな感じね。その後は家族のすねをかじって高級会社を、乗り回したり、高級なブランド物を買い漁ったりした挙句、月10万をつぎ込んで、愛人と遊んでいたりしていたみたいよ。愛人がいるとのことだが、篠沢は結婚していたのか？当時のニュースによると、結婚はしていたみたい。愛人はきっと不倫相手ね。なんてだらしのない男なんだ。お金もないのにブランド物を買い漁るあたり、自分を大きく見せたい欲がありそうだな。確かに承認欲求は高そうね。さらに篠沢は、パチンコなどのギャンブルにはまり、多額の借金を抱えてしまうわ。どんどん破滅の道に進んでいるな。その後はどうしたんだ？結局、篠沢は金遣いの荒さから家族からも見放され、当時結婚していた妻からも離婚の話をされたみたい。それは大変だな。まさか、それが原因でこの男は事件を起こすのか？それもあるし、彼の金遣いの悪さも災いを呼ぶわ。家族との絶縁や妻との離婚なども避けたいし、借金の返済もしたいけど、同時に遊ぶ金も欲しいという欲望があった。この二つの考えから、彼が思いついたのが、ジュエリー包み宇都宮店での強盗なの。犯罪でお金を得ようなんて、浅はかで立ちが悪いぜ。かなり大胆な事件を起こしたと思うんだが、彼は一体どんな計画を立てたのだろうか。篠沢が宝石店を訪れたのは、最初でも言った通り1998年のことよ。客として訪ねていた彼は、すでに退職して無職だったにもかかわらず、産業廃棄物処理会社の社員と偽って、高額な取引を何度か行っていたの。そんな嘘が通用するのが怖いな。しかし無職の中、篠沢は宝石店と取引するほどの資金があったのか？それは、家族への無心とサラ金で手に入れたものよ。決して彼が自分で働いて稼いだお金ではないわ。そういうことか。ずっと周りに甘えてばかりいたんだな。借金だって返せていないのに、宝石店で取引を繰り返す篠沢の借金はどんどん膨らんでいく一方で、経済面で限界を迎えた彼は、とんでもない計画を思いつくの。それが、宝石店の強盗ってことだな。そうね。篠沢は最初、宝石を盗んでそれを売り払い、まとまった資金を得ようと企んだわ。金に目がくらんだ結果、とんでもない罪を犯そうとしたんだな。彼は本事件の2週間前、実はすでに計画を実行していたのよ。え、そうなのか？でも事件にはならなかったんだよな。ええ。2000年の5月20日、篠沢は店を訪れ、女性の店長に対して、8000万円の取引をしたいという話を持ちかけたの。8000万円。簡単に手に入る額じゃないぜ。さらに、生産の方は自宅でしたいから、宝石を持ってきてほしいと強引な要求まで出したわ。宝石を自宅まで持ってくるって、それは確かに無理な話だぜ。実は、この時点で店長を自宅に来させて、口封じのために殺害しようと企んでいたのね。恐ろしいことを考えていたんだな。ただ、この日に偶然、その宝石店を訪れていた本社の男性社員が、篠沢の無理な要求と、産業廃棄物処理の社員という実態を、つかめないなどの理由から彼に不信感を抱き、取引自体を阻止したの。まあ、宝石を直接自宅に持ってこいとか、普通に考えて無茶だもんな。結局その男性社員によって取引自体が未遂に終わり、篠沢は別の機会を狙うわ。
それで、次の機械はどのようにして作ったんだ？まず篠沢は、3日後の6月1日に再び宝石店を訪れ、強引に要求を持ちかけたことを謝罪したの。そしてその10日後の6月11日午後5時、彼は2度目の計画実行に移るわ。また何かしらの取引を持ちかけたのか？ええ、彼はブランド物のカバンを持ってこのバッグに現金1億5000万円を入れてきた。自分が希望する商品をすべて売ってほしいと告げたの。自宅に来てほしいという取引ではなく、今度は直接なんだな。違いと言ったらそれくらいなんだけど、この日は他の社員などはおらず、店長はその取引に応じてしまうのよ。そうなのか。確か篠沢は、何度かこの店舗で取引していたんだよな。顔なじみなら店長も信用してしまいかねないぜ。ところで、篠沢が手に持っているカバンの中の現金は、また親からもらったものだったりサラ金だったりするのか？いいえ、そんなもの最初からないわ。考えてみて。彼は最初から強盗するつもりで来たのよ。そういえばそうだったな。しかし現金はいくらか用意していないと、もしもの時にバレたりとか心配になるけどな。彼はすぐにでも計画を実行するつもりだったの。だから最初からお金なんて用意するつもりもなかったのよ。そういうことか。それで、そのまま実行してしまうのか？そのはずだったんだけど、篠沢が要求した商品を揃えていく中で、店内の在庫だけでは彼が要求した分の宝石を揃えることができなかったの。だから、揃わなかった分の宝石は近くの店舗から、揃えるなどして、手配しなければならなかったみたいね。その時に、篠沢がしようとしていることに気づけたらよかったんだけどな。篠沢は宝石が揃うまで待つ必要があったんだけど、店長は彼に事情を説明して、閉店後の午後7時にまた来てくれないかと話したの。その話に承諾した篠沢は、約束の7時に行くことになったわ。ちなみに店長は本社に、7時から商談があるという旨の電話をしていたみたい。ってことは、篠沢は指定通りの7時に計画を実行することになるんだな。そういうことになるわね。7時に再び来店した篠沢は、あたかも本気で商品を購入する意思があるかのような素振りで、じっくり宝石を見定めているふりをしていたそうよ。現に、彼は約2時間以上もの間、取引を続けていたようだからね。そんなに長時間見ていたのか、もしかしたら犯行を躊躇していたのかもな。その間も店長含め、この後犠牲になる6人の従業員が彼についていたそうなの。この6人の店員さんも、この後悲惨な目に遭うなんて考えてもないだろうな。そして、ついに商談も終わり、彼は行動に移すの。生産は従業員全員の前でやりたいからという口実で、6人の店員全員を、自分の周りに呼び寄せ、みんなが集まった瞬間に篠沢は一気に豹変するわ。店員さん、みんな逃げてくれ。彼は隠し持っていたナイフを取り出し、従業員たちに、騒ぐんじゃないなどと言い、脅し始めたの。まず店長から脅し、従業員たちの両手を粘着テープで固定し、その後は篠沢が店長の、両手足を縛り、さらに目はハンカチとテープをつけ、視界まで遮ったそうよ。身動きまで取れなくして視界まで奪うなんて、店員さんはとても怖かったろうな。篠沢は6人の従業員をそのまま休憩室に連れて行き、閉じ込めた後、ガソリンを店内中に撒き散らしたわ。そしてライターで火をつけ、火が燃え広がっている間に宝石類をバッグに積んで逃走したわ。店員さんが動けない間にも、火は燃えていくんだよな。彼らが味わった恐怖はきっと計り知れなかっただろう。その後、現場からは従業員6人の焼死体が発見され、現場の状況から判断し、警察は放火殺人事件として捜査を開始したの。さっきも言っていたが、やはりこの事件は、かなり日本中でも話題になったんじゃないのか？ええ、当時メディアでもだいぶ取り上げられたわ。かなり捜査に力が入っていたんだけど、篠沢は意外とあっさり逮捕されることになるわ。そうなのか？どうしてすぐにわかったんだ？それが、ジュエリー包みのブラックリストに篠沢の名前が載っていたことと、事件直前に店舗にいたという証拠が監視カメラで確認できたため、すぐに彼だと断定されたの。結構証拠が上がっていたんだな。それで、彼はそのまま逮捕に至ったというわけか。そういうことよ。彼は事件発生の翌日に警察によって身柄を拘束されたわ。事件発生の翌日って、かなり早くわかったんだな。篠沢は事件について何か言っていたのか？彼が言うには強盗する計画は立てたけど全員を殺害するつもりはなかった。ライターで少し火をつけようとしただけで、偶然火事になってしまった。と、殺人については容疑を否認していたわね。そんなへりくつが通用するわけないだろ。殺意を否定した篠沢だったけど、この訴えはすぐに否定されるわ。それで霊夢、逮捕後の篠沢には一体どんな判決が出たんだ？ここはやっぱり気になるところよね。裁判が行われたのは2002年3月19日。宇都宮裁判所は、
篠沢が犯した罪は非常に凶悪かつ、悪質であると判断し、死刑を求刑したわ。さすがに6人もの命を奪っているもんな。もし本当に命を、奪う気がなかったとしても、死刑は逃れられないと思うぜ。その後、篠沢の弁護側はこれを不服として、控訴。そして上告まで行ったんだけど、二つとも棄却されて、2007年の2月に死刑判決が確定されたの。ここまで大きな事件を起こしながら、判決を不服とする権利があることが驚きだよな。そうよね。篠沢に対しては世間でもかなり悪質で立ちが悪いと騒がれたでしょうね。そもそも篠沢は店員全員を拘束して、目隠しまでして身動きを取れないようにした挙句、ガソリンを撒いて火をつけたんだろ。計画性も見て取れるし、それで殺すつもりはなかったというのはさすがに信じられないぜ。マリサもそう思うわよね。しかも彼は、判決が確定した後も、反省の顔は一切見せずに過ごしていたそうよ。人の命を何人も奪っておいて、そんな態度をとっていたのか。そして2010年7月28日、彼の死刑は執行されて、本事件は収束を迎えることになるわ。金が欲しいというだけの欲望に過ぎないのに、その欲望がこんなに大きな事件を、起こしてしまうなんて、人間の感情は時に怖いくらい変貌するんだな。ちなみに、どうして強盗するのに今回犠牲になった店舗を選んだかというと、従業員全員が女性だったからなどと篠沢は供述していたそうよ。そこにも計画性が現れてるな。やっぱりこの事件は悪質だぜ。三つ目、福岡一家4人殺害事件。まずは事件の概要について紹介していくわ。ああ、よろしく頼むぜ。事件が起きたのは2003年6月20日の午前0時過ぎよ。福岡県福岡市東区に住む M さん一家の住宅に、3人の男が不法侵入したわ。不法侵入ってことは、もしかして家の窓ガラスとか割って入ったのか？1階にある仏間の窓の鍵が開いていて、そこから侵入したわ。当初は帰宅したところを襲って押し入る気だったけど、窓が開いたから作戦を変えたのよ。確かに、無理に押し入るより簡単だな。家の中に入った男たちは、まず入浴中だった M さんの妻、C さんを狙ったのよ。C さんは突然現れた不審者に驚いて、悲鳴を上げながら洗面器を投げつけたわ。相当怖かったと思うぜ。服も着てない無防備な状態だからね。しかも相手は男性だし、恐ろしかったと思うわ。C さんは必死に逃げようとしたんだけど、男たちに捕まってしまうのよ。男性と女性じゃ腕力の差もあるし、逃げ切ることは難しいぜ。家へ侵入してきたのは一人じゃなく三人だから、なおさら難しいわ。絶望的な状況だぜ。嫌な予感しかしないが、男たちは何をしたんだ？ C さんを強姦したわ。C さんは抵抗したけど、顔が歪むほど殴られたのよ。さらに髪を掴んで壁や床に打ちつけるなどの暴力も振るわれたわ。なんてこった、まるで拷問じゃないか。あまりのショックで C さんは気絶してしまったのよ。男たちは C さんの体を無理やり押さえつけ、浴槽に10分ほど沈めて殺害したわ。挙句の果てに殺してしまったのか。C さんを殺害した男たちは、2階へと上がったわ。今度は、部屋で眠っていた子供たちを殺そうとしたのよ。おいおい、子供にも手を出すなんてどうかしてるぜ。マリサの言う通り、正気の沙汰ではないわね。当時11歳だった長男のケイ君は、目を覚まして大声で暴れたわ。でも、頸椎を折られて殺されてしまったのよ。これ以上騒がないよう、口封じされたのか？そうだと思うわ。そして当時8歳の長女 H ちゃんも襲われたのよ。彼女は何度か顔を殴られて、首を絞められて失神したわ。男たちは H ちゃんを人質にするために、口にテープを貼って1階に連れ出したわ。子供を人質にして何をするつもりだったんだ？ M さんが帰宅した際に、脅すためだったのよ。最低としか言いようがないぜ。そして1時40分頃、何も知らない M さんが帰宅してしまうのよ。男たちは玄関で待ち伏せしていて、M さんは鉄パイプで後頭部を殴られたわ。そして、殴る蹴るなどの暴行を加えたのよ。聞いているだけで全身が痛くなってきたぜ。脅迫どころか殺してしまいかねないじゃないか。暴行の後、男たちは M さんのカバンから現金とキャッシュカード、通帳を奪ったわ。そして、M さんから口座の暗証番号を聞き出そうとしたのよ。銀行に預けたお金を持ち出されてしまうぜ。M さんも教えるわけにはいかないだろうな。だから男たちは、H ちゃんに刃物を突き立てながら M さんを問い詰めたのよ。それだけじゃなく、M さんの前で何度も H ちゃんを殴打したわ。M さんは、娘は殺さないでくれと懇願し、暗証番号を教えたのよ。目の前で娘を痛めつけられたんじゃ、無理もないぜ。犯人たちに人の情はないのか？ M さんの心境を想像するだけで辛くなるわね。こうして暗証番号を教えたわけだけど、男たちは M さんの懇願を無視したわ。H ちゃんの首をネクタイで締めて、殺害してしまったのよ。話が違うじゃないか。口にするのもおぞましいけど、用が済んだから殺したんでしょうね。そして M さんのことも同じ方法で殺そうとしたわ。
でも、M さんは死なずに失神したのよ。M さんだけ瀕死状態だったんだな。男たちは、M さんと妻子の遺体を車に乗せると博多港へ出発したわ。博多港、そこに何かあったのか？事件の隠蔽よ。現場に遺体を放置すると通報の恐れがあるわ。だから事件の証拠隠滅も兼ねて、遺体を海に捨てようとしたのよ。どこまでも胸クソが悪くなるぜ。だが、M さんはまだ息があったんだよな。M さんは生きていたにもかかわらず、家族の遺体もろとも海に捨てられたのよ。暴行のせいで瀕死状態だし、陸に上がることはできなさそうだな。男たちは体に重りをつけて海に沈めたから、浮き上がることもできなかったわ。M さんは溺死してしまったのよ。生きた状態のまま沈められて死ぬなんて、最悪の結末じゃないか。男たちは遺体の処理が済むと、M さんから奪った現金約3万7千円を3人で分けて逃走したのよ。M さんから暗証番号を聞き出したキャッシュカードを使って、現金を下ろさなかったのか？どうやら M さんの口座には、あまりお金が入っていなかったそうなのよ。じゃあ、男たちはたった数万円を奪うために家族全員の命を奪ったのか？本当はもっとお金を手に入れるつもりだったんだけど、うまくいかなかったのね。誤算だったってわけだな。誤算はそれだけじゃないわ。重りをつけて沈めた M さん一家の遺体は、事件当日の午後には発見されてしまうのよ。警察もすぐに捜査を開始したわ。このまま遺体が見つからず、事件が迷宮入りしなくてよかったぜ。それにしても、なぜ犯人たちは M さん一家を襲ったんだ？じゃあ次は、今回の事件を引き起こした経緯を含めて、犯人たちの人物像を紹介していくわね。今回の事件の3人の犯人たちに共通するのは、中国人留学生という点よ。そういえば冒頭でも言っていたな。留学生ってことは、比較的若い人のイメージがあるぜ。全員、20代前半くらいね。ふむふむ、日本に留学するようなバイタリティがある若者だったんだな。それなのに、留学先で犯罪を行うなんて信じがたいぜ。実は、とある理由によって3人ともお金に困っていたのよ。その理由って何なんだ？じゃあ順番に紹介していくわ。まず最初は、当時23歳だったウェイウェイについて話していくわね。ああ、わかったぜ。ウェイは河南省で生まれたんだけど、実家は工芸品の工場で裕福だったわ。ウェイは可愛がられながら育ったのよ。おとなしい性格で、中高でも問題を起こすことはなかったわね。絵に描いたようないい子だったってことだな。ウェイは高校を出てから人民軍に入り、班長として3年間を過ごしたわ。その後、外国語学院で日本語を学んだわ。そこで、日本に留学して最先端技術を勉強したいという夢ができたのよ。聞けば聞くほど、犯人像とはほど遠く思えてしまうぜ。ウェイはその夢を実行に移したわけだな。2001年4月に福岡県にある日本語学校へ入学したのよ。次の年に念願が叶ってコンピューターの専門学校の生徒となったわ。ウェイは成績も優秀で、小学生候補でもあったのよ。自分が学びたい分野の学校だし、真面目に勉強していたんだろうな。しかも小学生候補になるってことは、かなりの優等生だったんじゃないか？何せ無帰国無欠席だったからね。両親も日本で頑張っているウェイを応援していたわ。けれど、次第に彼は学校をサボるようになってしまうのよ。おいおい、どうしてそんなことになったんだ？遊びを覚えてしまったのよ。ウェイのアパートには、女性が何人も出入りするようになり、悪い友達もできてしまったわ。一瞬で堕落しているじゃないか。真面目に勉強してきた反動かもしれないわね。遊びすぎて、両親からの仕送りではお金が足りなくなってしまったわ。この頃すでに、仲間と一緒に中国人の家に侵入してお金を奪っているのよ。以前にも事件を起こしていたのか。他にも知人の女性を暴行したり詐欺をしたり、ウェイは犯罪を繰り返したのよ。遊ぶ金欲しさに借金もしていたわね。両親が知ったら、さぞ悲しむだろうな。さすがに両親には黙っていたみたいね。借金も相談できないから、ウェイは自力で返済のお金を手に入れる必要があったのよ。なるほど、ウェイが金に困っていた理由がわかったぜ。次は当時21歳のワンヤンね。彼は吉林省出身で、ウェイと同じく裕福な家庭で育ったの。ワンの実家も工場を経営していたのか？土木会社を経営していたそうよ。ワンが留学して日本語学校に通う際も、費用を両親が負担しているわ。親がお金持ちだったから学費を出してもらえたんだろうな。留学費用は高いからね。ワンも最初は真面目に通っていたんだけど、同級生とトラブルを起こしてから様子が変わるわ。だんだん欠席するようになってしまったのよ。学校に行きづらくなってしまったのか？トラブルに対する学校のやり方が気に食わなかったそうよ。だからワンは学校に行くのが嫌になったの。でも、あんまり休んでいるとやばいんじゃないか？勉強だってついていけなくなってしまうぜ。しかも出席の日数が少なすぎると、学校を除籍処分されるわ。そうなると就学ビザが取り消されて、日本にいることができなくなるのよ。大変なことになってしまうんだな。このことに焦ったワンは、中国に帰って両親に相談したわ。
両親は学校に再編入する費用を出してくれたわ。けど、彼はもらったお金を学校に納めず、結局は除籍処分となってしまったわね。おいおい、何をしてるんだ。ダメダメじゃないか。きっと彼も遊びに使ったんでしょうね。勉強するため留学したはずなのに、遊ぶことに夢中だったんだな。遊びたいのはわかるけど、親のお金でやることじゃないわね。結果的にはお金に困って犯行に及ぶことになるわ。犯人は3人だよな。あと1人はどういう事情なんだ？最後は当時23歳だったヤンニンね。吉林省出身で、ワンと家賃2万円のアパートに同居していたのよ。家賃が2万円って安すぎないか？学生用に貸している物件だと、それぐらいの値段もあるわね。安いからか、トイレが共同だったり、お風呂がなかったりするわ。あんまり家賃が高いと、毎月の支払いがきついしな。同居していたのも、家賃を折半して出費を抑えようとしていたんだと思うわ。ちなみにヤンが生まれ育った家庭は、ウェイヤワンと違って貧しかったのよ。ほうほう。日本へ留学する学費も、親戚からなんとか集めて工面していたのよ。なぜそこまでしたんだ？父親の願いが大きいわ。息子には日本の技術を学んで、大手企業に就職してほしかったのよ。貧しさから抜け出してほしかったわけね。だから必死になって金をかき集めたんだな。そんな親の期待に応えるため、ヤンは日本語学校の卒業後、私立大学国際商学部へ入学したわ。けれど学校をサボり気味になっていったのよ。病気と言って休学したにもかかわらず、ハンバーガーショップでバイトをしていたわ。おいおい、病気は嘘だったのか？生活費を稼ぐためかもしれないけど、学校にちゃんと事情を説明するべき話だわ。まったくだな。それじゃただのサボりだぜ。でもヤンも、復学後に学費が払えなくなってしまうわ。大学に親から学費を受け取ると言って一度帰国したの。でも、この時にヤンは実家へは帰っていなかったそうよ。学費を踏み倒そうとして言い訳したんじゃないか？その可能性はあるわね。結局、大学に対してヤンはちゃんとした説明をしなかったみたいなのよ。三人とも金銭的に困窮していたってことがよくわかったぜ。だが、なぜ M さんの家を狙ったんだ？ワンとヤンは M さん宅の近くに住んでいて、家の前に高級車が止まっているのを知っていたのよ。なるほど、それでターゲットを決めたんだな。強盗に入るならお金持ちの家の方がいいって判断したんでしょうね。それに M さんと三人は面識がなかったのも大きいわ。もし事件が発覚したとしても自分たちに容疑はかからないだろうと思っていたようね。卑劣な連中だぜ。事件後、すぐにワンとヤンは国外に逃亡したわ。そしてウェンも後を追うように、日本から出国しようとしたのよ。でも、M さん一家の事件とは別の容疑で警察に逮捕されたわ。ちょっと待ってくれ。ウェンは他にも何か事件を起こしていたのか？知り合いの中国人女性との間で事件を起こしたのよ。逃亡資金を借りようとしたんだけど、揉めた末にウェンは女性を殴り、相手に怪我を負わせたわ。これが事件になっていたのよ。それで捕まったってことか。ワンとヤンも、結局は中国で逮捕されたわ。捕まったことに、ひとまずほっとしたぜ。こんな連中が野放しなんて怖すぎるからな。取り調べは3人それぞれに行われたんだけど、彼らは罪をなすりつけ合っていたわ。見苦しいぜ。そんなことをしたって罪は変わらないのにな。マリサの言う通りだと思うわ。そして裁判の結果、ウェンとヤンは死刑が執行され、ワンは無期懲役となったのよ。どうしてワンだけが死刑にならなかったんだ？彼は警察がヤンを逮捕する際に協力したからよ。ふむふむ、だから一人だけ無期懲役になったんだな。ワンは裁判中にも遺族に対して土下座をしたり、反省している姿を見せていたわ。遺族にしてみれば、どれだけ謝罪されても、許すことはできないでしょうけどね。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。何も悪いことをしてないのに、一家が惨殺されるなんて恐ろしい事件だぜ。お金に困っていたのはわかるけど、何もかもが残忍すぎるわ。C さんを強姦したり、子供を手にかけたり、同情の余地はないわね。残虐すぎて、金以外の目的があったと思わずにはいられないぜ。他人を痛めつけることに快感を覚えていたと考えてしまうのも無理ないわ。にしても、留学生がこんな事件を起こしたのも衝撃だな。しかも最初は、熱心に勉強をしている優秀な生徒だったのよ。遊びを覚えてしまったせいで、殺人犯になってしまうなんて不毛だわ。彼らを応援していた家族も、がっかりしただろうな。がっかりどころじゃ済まないわね。四つ目、下関通り魔上部康明事件。今回紹介する下関通り魔殺人事件は、秋葉原通り魔事件や、名古屋市連続通り魔殺傷事件、池袋通り魔殺人事件などとともに、日本で起こった通り魔殺人事件の一つとして有名なの。名だたる通り魔事件じゃないか。それと同じくらい有名な事件ってことは、相当な被害が出たんだろうな。その通りよ。白昼の街で対象を選ばず無差別に殺傷する通り魔事件は、殺人事件の中でも特に恐ろしい事件よ。
この事件では5人死亡、10人負傷という被害が出たわ。5人死亡して、10人負傷？犠牲者がめちゃくちゃ多いな。駅にいた人はびっくりしただろうな。この事件は車と包丁を使って無差別に一般市民を殺傷した事件なの。事件は山口県の JR 下関駅構内で起きたわ。ん？車？残忍な方法だな。でも駅でどうやって車を使ったんだ？1999年9月29日に事件は発生したわ。午後1時20分過ぎに犯人は JR 下関駅近くのレンタカー会社で普通乗用車をレンタルしたわ。午後4時25分、犯人の運転する車は下関駅のガラスドアをぶち破り、駅構内のコンコースに飛び込んだの。なるほど。車に乗ったまま駅に突っ込んだのか。かなり危ないっていうか、頭のネジが吹っ飛んでるな。間違いないわ。走り続ける車に駅構内の歩行者が跳ねられ、車のボンネットに歩行者が跳ね上がったの。そのまま車は停止することなく、駅にいた人たちを次々と引いていったわ。車では最終的に7人が犠牲になったのよ。駅で車が暴走するなんて誰も想像できないからな。でも7人。さっきは全部で15人って言ってなかったか？犯人の凶行は、車の暴走だけではなかったのよ。ええ？車で人を引きまくった後もまだ犯行を重ねたのかよ。一体何をしたんだ？犯人は車で人を引いただけでなく、なんと刃物を使ってさらに犯行を重ねたのよ。止まった車から降りた犯人の手には、刃渡り18センチの包丁が握られていたの。そして犯人は改札を通過し、ホームに駆け上がりながら階段ですれ違った一人に切りかかったの。さらに行き着いたホームでも、逃げ惑う人々7人に無差別に切りつけたわ。刃物で合計8人もの人を手にかけたのか。車での暴走から刃物での凶行まで、たった数分間の出来事だったとされてるけど、最終的に死者5名、重軽傷者10名という惨事が引き起こされたってわけ。車に轢かれ、包丁で切りつけられた15人の被害者たち。どの被害者もたまたまそこに居合わせただけなのに。普段使ってる最寄り駅で事件が起きるのはゾッとするぜ。この事件では5人の方が亡くなっているわ。事件から丸9年を迎えた2008年、遺族たちは事件の現場であった JR 下関駅を訪れ、花を手向けて被害者の冥福を祈ったわ。悲しいぜ。事件から何年経っても遺族や被害者の心の傷が癒されることはないからな。それにしても、なんで犯人はこんな大事件を起こしたんだ？それじゃあ、この事件の犯人のことを説明していくわ。この事件の犯人は上部康明というわ。上部は、1964年下関市の隣町である豊浦町で生まれ、学校の教師をしている両親と妹が一人の4人家族だったの。一般的な家庭に生まれたんだな。両親2人とも教師なら、結構厳しい家庭だったんじゃないのか。その両親がいたおかげで、上部は高校では真面目な勉強家でトップクラスの成績だったようね。順風満帆じゃないか。その後このような事件を起こすなんて想像できないな。上部は一浪したんだけど、名門国立大学である九州大学工学部建築学科に進学したの。大学に入るまで熱心に勉強に励んできた上部は、大学では思い切って遊ぼうと考えていたそうよ。高校まで勉強ばかりしていたタイプが大学でははっちゃけるパターンだな。だけど上部は対人恐怖症があり、大学生活はうまくいかず、みんなが自分のことを嫌っているのではないか、と思い始めたの。うまくいかないのを他人のせいにするのは良くないが、対人恐怖症であれば仕方ない部分もありそうだな。そうかもね。そして上部は大学は卒業したものの人間関係が苦手だったため、就職もうまくいかず、心配した両親は上部の神経治療を始めたの。ますます世の中に恨みを抱いていったんだな。上部は1985年に福岡の精神病院に入院してるわ。その後、いくつかの職を転々とし、上部は福岡市内の建築設計事務所に就職するわ。そして仕事をしながら、一級建築士の資格を取得した上部は1992年に事務所を退社し、自身の建築設計事務所を開くのよ。さすが学年トップなだけあるぜ。でも就職もできて自分の設計事務所も建てるとは、人生は徐々に上向きになってきたんだな。そしてなんと、事務所開設の翌年には結婚相談所で出会った女性と結婚もしたの。めでたいじゃないか。人生が上向きになっていた上部だったけれど、徐々に陰りが見え始めたわ。自分の事務所を立ち上げて、結婚までしたのに、何かあったのか？事務所がうまくいかなくなっちゃうのよ。ええ？なんでだよ。妻も二級建築士の資格を取り夫をサポートしたんだけど、上部はもともと人間関係が苦手だったでしょ？確かにな。まさかそれが原因で。その通りよ。個人事務所だから、自分で営業もしないといけないし、お客様との対応もしないといけないの。それは人間関係が苦手な上部にとっては地獄かもしれないな。そして上部の事務所はやがて立ち行かなくなり、事務所を畳んじゃうのよ。次第に将来への不安が膨らみ、1998年1月中旬、
上辺は夫婦で実家の両親と同居することにしたの。そうなんだ。まあ、一旦実家で暮らすのもいいじゃないか。ところが、その頃上辺の妹が出産のため里帰り中で、両親から同居を断られてしまったのよ。ええ？困っている息子を助けられないなんて。そんな経緯から、2月には上辺が一人だけ山口県豊浦郡の実家に戻ることになったの。そして実家に戻った直後から、上辺は気に入らないことがあると母親を小突いたり、家のものを壊したり、両親を怒鳴ったりするようになったの。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたためね。確かに同居を断られたのはムカつくかもしれないけど、両親に暴言や暴力を振るうのは良くないぜ。間違いないわね。でも上辺は3月から病院の精神科で治療を受け始め、症状が改善してきたのか、実家の農業の手伝いを始めたの。一方で上辺の妻は、二人が新婚旅行で行ったニュージーランド移住の意志が固かったそうなの。せっかく上辺が良くなり始めたのに、一難去ってまた一難だな。夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで1年間暮らした後、帰国して上辺の実家で一緒に生活するということで折り合いをつけたわ。対人恐怖症の上辺がニュージーランドで暮らすのは少し心配だぜ。そして妻は同年5月、ニュージーランドに出国したの。上辺は通院で様々な精神症状が軽減したこともあり、定職について妻の帰国を待とうと考え始めたわ。お、ついに上辺が仕事をし始めるのか？そんな時、貨物運送業者の募集を知ったの。営業や交渉が不要なこの仕事なら自分に向いていると考えた上辺は、10月頃に事業説明会に参加した後、そこで働き始めたの。おお、よかったじゃないか。対人恐怖症も心配ない定職につけたんだな。そして軽トラックを約160万円のローンで購入し、1999年2月から仕事を始めたわ。上辺の考えた通り、軽貨物運送の仕事は性に合っていたそうなの。ふむふむ、仕事もうまくいきつつあったんだな。それじゃあ、あとは奥さんが帰ってくれば元通りってわけだ。ところが、そこまでうまくいかなかったの。上辺は仕事に励みつつ、妻の帰国を心待ちにしていたんだけど、6月中旬に帰国した妻から突然離婚を求められちゃうのよ。ええ？どうして？理由は定かではないわ。もちろん上辺は離婚には反対だったけど、妻から強く求められたのでやむなく承諾しちゃうの。せっかく妻のために仕事を頑張っていたのに。しかし両親が離婚を強く反対したから離婚届は出さなかったけど、7月には妻が家を出て行ってしまったから、事実上の離婚状態となったのよ。悲しすぎるぜ。それでも上辺は諦めなかったわ。一人でニュージーランドに移住する費用を稼ごうと仕事に取り組むのよ。奥さんがいないのに、せめて奥さんの願いを叶えてあげたかったのかもな。だけど、ここでも上辺に不幸が襲うの。不幸はもういいじゃないか。なんと台風の影響で、上辺の軽トラックが使用不能になっちゃったの。そして130万円のローンを残して廃車となってしまったの。車のローンだけが残り、移住の夢も破れた上辺は、自暴自棄になってしまったわ。大学を出て満足な就職ができず、運送業もこのようなことになってしまって絶望しちゃったのか。その通り。そして上辺の思考は悪い方へと流れていくの。惨めな自分に引き換え、他の人たちは上手に生きているってね。次第に、自分は世間から不当に冷遇されてきたという怒りの感情が湧いてきて、上辺は周りの人に恨みを抱くようになるの。ああ、だから無差別な通り魔事件を起こしてしまったのか。上辺は自殺もよぎったみたいだけど、どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろうと考えたの。そうすれば両親や世間に対する怒りも一気に晴らすことができると思ったのね。確かに上辺だけのせいじゃないけど、周りの人たちのせいでもないぜ。そうして上辺は犯行を決意。両親には仕事を続けると言って安心させ、犯行の計画を練っていったの。車で何人か引いてから包丁で人を襲うってことは、前もって準備されてたことだったんだな。そうよ。さらに上辺は犯行直前に多量の睡眠薬を飲んでおき、犯行を終えた頃に薬が効いて自殺も完了する、という算段を立てていたそうよ。何人もの人を道連れにして自殺するつもりだったのか。そうね。そして上辺は逮捕後、犯行の3週間前に起きていた池袋通り魔事件を意識して犯行に及んだと供述したの。彼はこの事件を反面教師として、池袋の事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使った、と後半で述べているわ。かなり計画的だぜ。ここまで上辺の人生を紹介したけど、この上辺と同じ人生を歩んだとしたら、誰でも上辺と同じようなことをすると思う？どうだろうな。でもそれでも人を殺害してもいい理由にはならないぜ。下関通り魔殺人事件の裁判では、上辺の精神状態が最大の争点になったの。なるほどな。精神障害者とされる者は責任能力がなく、軽い刑で済んだっていう事件はよく見かけるぜ。対人恐怖症や様々な精神疾患があったからね。
でも2002年9月20日、山口地裁は上辺の責任能力を完全に認め、史上稀に見る凶悪な犯罪。動機に侵蝕すべき事情もない。と上辺に死刑を言い渡したの。責任能力がないくらいの精神病患者であれば、犯行計画を立てることなんてしないだろうからな。しっかり精神鑑定が行われた結果だから、その後の高裁や最高裁でも死刑判決は覆らなかった。2008年7月11日、最高裁も被告側の上告を棄却し、死刑が確定したのよ。死刑執行するのにも時間がかかるというけど、もう死刑は執行されているのか ?2012 年3月29日、死刑執行となったわ。ちなみにこの日は、全国で3人の死刑囚の死刑執行が執り行われたの。同時に身人も死刑になったのか。それはかなり珍しいぜ。そして話は変わるけど、この事件は被害者への賠償金に関して物議を醸した事件でもあったの。賠償金か。死亡した5人もそうだけど、負傷した10人にもしっかり行き渡ってるよな。問題だったのは、被害者が殺傷された原因によって賠償金額に大きな差が出たことなの。賠償金額って人によって変わったりするのか？車にはねられた被害者には、自動車保険によって3000万円の賠償金が支払われたわ。一方、包丁で殺傷された被害者は犯罪被害者給付金の対象となり、こちらの上限は1079万円で、しかも様々な制限があって実際に支払われたのは、たったの300万円程度だったのよ。え？同じ事件の被害者でありながら、これだけ賠償金額に大きな差が出るなんて驚きだぜ。その通りよ。この事件をきっかけに犯罪被害者に対する保障制度が見直されたわけね。2001年、犯罪被害者支援法に関して、犯罪によって亡くなった被害者の保障範囲の拡大や賠償金の支給金額の見直しが行われたの。不幸中の幸いってやつかな。でもどうせ制度の見直しをするなら、事件が起きる前に改正してほしかったぜ。5つ目、大阪愛犬家連続失踪殺人事件。愛犬家が人を殺すなんて想像できないんだが、どんな事件だったんだ？被害者が多くて複雑だから、まずは概要から紹介するわね。この事件は、1992年から1993年にかけて起きた事件で、被害者は5人だったわ。発覚のきっかけになったのは、当時47歳だった主婦、シジノブコさんの失踪よ。話の流れからして、それまでの4人の失踪者は紐付けられていなかったのか？そういうことになるわ。シジさんの失踪後、家族は警察に届けを出したわ。警察はこの失踪を単体の事件として扱ったのよ。ふむ、過去の失踪者との関連性は見なかったんだな。シジさんを含む5人の失踪者には共通項が皆無だったから、しょうがないわ。でも、シジさんのご家族の独自の調査で、この5件の失踪事件が繋がるのよ。と、どういうことなのか教えてほしいぜ。ご家族の調査により、ある男の周辺で他にも行方不明者がいることが、判明するのよ。警察はその情報を受けて、その男を逮捕したわ。そいつが犯人だったのか？犯人は当時39歳の、上田義則という男だったわ。上田は約1年半の間に5人を殺害し、長野県塩尻市の土地に、遺棄していたのよ。その殺人には、必ず筋弛緩剤が使われていたわ。筋弛緩剤？文字通り、筋肉を弛緩させる薬のことよ。知識のある人がいないと、呼吸不全を起こしてしまうから、毒薬として扱われているわね。そんなものを人間に使って殺していたのか。こんな奴が愛犬家だなんて、信じられないぜ。上田に殺害された人たちも愛犬家で、上田は犬関連の、ビジネスの話を持ちかけて被害者を釣っていたのよ。上田ってどんな奴なんだ。それに、詳しい手口も気になるぜ。じゃあ次は、上田という男について話していくわね。上田の実家は酒屋で、経済的には裕福だったそうよ。予想がつくかもしれないけど、上田は小さい頃から犬が好きだったわ。大人になってからも変わらず、犬を飼っていたわね。一応は愛犬家だったんだな。犬を飼う以外にも、よく近所の獣医さんに遊びに行っていたわ。家庭も裕福そうだし、殺人犯によくある不遇な家庭環境とかはないのか？そういう情報はないわね。上田は高校卒業後、就職せずに家業を手伝っていたし、大きなトラブルはないわ。それに、友人と一緒に始めた会社の資金を、父親が支援しているのよ。子供の起業にお金を出してあげるなんて、優しい父親じゃないか。でもこの商売はうまくいかず、会社は約3000万円の負債を負って、倒産したわ。ちなみにこの時の借金も父親の援助で返しているわね。見事に父親に頼り切っているな。おとなしく家業を手伝うのが身のためだと思うぜ。でも、上田はこの後も会社を立ち上げるのよ。その度に失敗したり、友人にお金を盗まれたりしていたわ。その負債額は7000万円にも及んだわね。おいおい、そこまで膨れ上がったら父親も払いきれないんじゃないか？
祖母の株を売却して返済はできたそうよ。でも、上田はこの件で、両親に純金地産者にされたわ。初めて聞くワードだが、その純金地産者ってのは何なんだ？自分のやったこととその結果を判断できない人に対して、親族などが、裁判所に請求する当時の制度ね。これが認められると、借金や家を建てることなどが本人の意思だけではできなくなるわ。なるほど、野放しにしたらとんでもない負債がのしかかると考えたんだな。実際、すでに1億円近くの損害を与えているし、それも納得だぜ。家族としては当然の選択だと思うわ。ちなみにこの制度は、1999年に廃止されて、現在は成年後見制度になっているわね。何にしても、これでお金のトラブルはなくなるってことか。そうでもないのよ。上田はこの件で家を追い出されたんだけど、今度は知人と金銭トラブルを起こしているの。いくら純金地産者になっても、個人間の金の貸し借りは、どうにもできないな。で、誰からいくら借りたんだ？パチンコ店で働いていた10代の男性に、上田はスナック開業の話を持ちかけたわ。100万円以上の現金を受け取っているのよ。今度はスナックを始めようとしたんだな。スナックの話は嘘で、上田は何もしなかったわ。おいおい、いよいよ詐欺の領域に入ってきてるじゃないか。さすがに男性も黙っちゃいないはずだぜ。男性は上田に詰め寄ったわ。その結果、上田は男性を絞殺してしまうのよ。殺してしまったのか？その通りで、愛犬家連続殺人には関係ないところで、上田はすでに殺人をしていたのよ。男性の遺体は富士山の樹海に捨てたそうだけど、遺体は見つからなかったわ。そのせいでこの件は立件されていないのよ。天然のサイコパスだってことがよくわかったぜ。その後に、愛犬家を殺していくわけだな。だが、どういう理由で愛犬家を狙ったんだ？上田は軽い動機で人を殺してしまうところがあったのよ。でも、愛犬家の殺人の手口に使った筋弛緩剤にはきっかけとなった出来事があるわ。上田と筋弛緩剤の出会いは、犬の安楽死の現場だったわ。筋弛緩剤を使って犬を安楽死させるところを見かけたってことなのか？上田はたまたま、獣医が苦しむ犬に筋弛緩剤を注射するところを見てしまったのよ。その犬は苦しむことなく死んだわ。これがきっかけで、上田は筋弛緩剤に興味を持ったのよ。そこに関心を持つ時点で常軌を逸しているぜ。というか、犬の安楽死って法律的にやっていいのか？条件はあるけど、犬の苦痛緩和のためなら認められているわ。でも、この時の獣医は獣医師法違反に問われて罰金50万円が科されたわね。なるほどな。それで上田は、犬以外に筋弛緩剤を使おうと考えたんだな。積極的に人を誘拐していたわけじゃないけど、邪魔になった人を筋弛緩剤で、殺害するようになったわ。かなり身勝手で胸クソが悪くなる犯行だけど、話していくわね。嫌な予感はするが、聞かずにはいられないぜ。上田が最初に犯行に及んだのは、1992年6月19日のことだったわ。ターゲットにされたのは、当時23歳の瀬戸博さんで、彼は上田と仲が悪かったのよ。どのくらい仲が悪かったんだ？瀬戸さんは、上田が1991年に半年ほどバイトしていた物流会社の、同僚だったわ。二人は、仕事中によく衝突していたのよ。働いていれば馬が合わない人とも出会うし、しょうがないぜ。まさか、それが殺害の理由になったのか？いいえ、バイトしていた時は大丈夫だったし、上田は1992年の1月に仕事を辞めているわ。でも、4ヶ月後の5月に、ばったり瀬戸さんと会ってしまうのよ。この時、瀬戸さんは上田に、自分の悪口を言いふらしているだろうと突っかかったわ。本当に仲が悪いんだな。もしかすると、これで殺害を決めたのか。上田は6月19日に、うまい口実を作って瀬戸さんを駅前に呼び出して、自分の車に乗せたのよ。上田の車に乗った瀬戸さんは、お腹の調子が悪かったわ。悪いものでも食べたのか？そこは不明だけど、上田はそんな瀬戸さんに下痢止めの薬を渡したのよ。これで瀬戸さんが感謝して仲直り、とはいかないんだよな。上田が渡したのは下痢止めじゃなく睡眠薬だったのよ。騙された瀬戸さんは、薬を飲んで眠ってしまったわ。上田はそのまま、車を長野県塩尻市に走らせたのよ。おいおい、大阪から長野まで移動したのか？長野県塩尻市には、上田が借りていた土地があったのよ。犬の訓練施設予定地だったそうね。予定地ってことは、その時は誰もいないんだな。そこに着いた上田は、瀬戸さんを拘束したわ。そして、筋弛緩剤を注射して殺害したのよ。遺体はそのまま埋葬されたわ。ここで筋弛緩剤が出てくるのか。しかし、いくら仲が悪かったとはいえ、やりすぎだぜ。上田は人の命を何とも思っていなかったと言われているわね。この事件の前にも、金銭トラブルで人を殺しているんだったな。
信じがたいけど、上田はこの後も、自業自得かつ些細なトラブルで殺人を犯していくわ。次の犠牲者は、大阪市在住の当時33歳の男性、藤原三平さんよ。藤原さんには妻がいて、その妻が犬の雑誌の文通欄で上田と知り合ったのよ。じゃあ、奥さん経由で知り合ったんだな。にしても、雑誌の文通欄って何なんだ？ネットもスマホもなかった時代の代物ね。当時の雑誌には文通欄というのがあって、共通の趣味を持つ人と文通ができたのよ。なるほど、そんなものがあったなんて驚きだぜ。上田と藤原さんの奥さんが、文通欄で知り合って、そこから夫の三平さんに繋がったんだな。そういうことになるわね。だが、藤原さんと上田は前向きな理由で知り合ったんだよな。瀬戸さんの場合と違って、仲違いするとは思えないぜ。上田は藤原さんに対してペットショップの共同経営の話を、持ちかけていたのよ。藤原さんがペットショップを開業するから、上田が資金を援助するという約束だったわ。上田は裕福な実家から追い出されていたよな。そんなお金があるのか？上田にそんな資金はなかったわ。なんでそんな嘘をついたんだ。そこはわからないけど、当然、藤原さんはお金の催促をするわ。これで上田は、藤原さんの殺害を決意するのよ。わけがわからないぜ。完全に自分で種をまいているじゃないか。しかも、殺意を持つ理由が軽すぎるぜ。それが、上田が人の命を軽んじているとされる根拠なのよ。そして1992年7月26日に、上田は藤原さんを呼び出したわ。藤原さんを車に乗せて、睡眠薬を飲ませて、例の犬の訓練施設予定地に連れ込んだのよ。それで、筋弛緩剤を注射して殺害したのか？ええ、瀬戸さんと同じ手口で殺害して、同じように敷地内に埋葬したわ。こんな理不尽な理由で殺された人があと3人もいるってのか？残念ながらそうなるわね。次のターゲットになったのは、これまたバイト先で知り合った20歳の男性、柏井光さんだったわ。上田は犬の施設予定地の整地作業の仕事を柏井さんに持ちかけたのよ。施設予定地って、瀬戸さんと藤原さんを埋めた場所だよな。ええ、柏井さんはこの仕事を引き受けて、整地作業をしたわ。この時は遺体のことはバレなかったようね。バレていたら殺害されていただろうな。じゃあなぜ柏井さんは殺害されたんだ？上田は整地作業の報酬を払わなかったのよ。これでトラブルになり、上田は、1992年7月30日に柏井さんを殺害したわ。手口は言うまでもなく同じで、柏井さんも長野県塩尻市の敷地内に埋められたのよ。何から何まで理解できないぜ。上田には人の心がないとしか思えないな。こうして、1992年6月から7月までの間に3人を殺害したわけだけど、そこからは間が空くわ。上田は同年6月に、大阪府八尾市に引っ越したのよ。引っ越しで殺人を中止していたのか、トラブルがなかったのかがわからないな。それは不明だけど、トラブルがなかったのも大きいと思うわ。でも、引っ越し後の10月に、新たな犠牲者と出会うのよ。それが当時47歳の主婦、高橋幸子さんね。よくそんなに、たくさんの人と出会うもんだな。高橋さんとの出会いも愛犬かつながりだから、不思議じゃないわ。二人は行きつけの獣医で顔見知りになったのよ。なるほど、犬を飼っている人同士って仲良くなりやすいもんな。愛犬家同士なら気が合うし、犬を愛する人が悪い人とは思わないぜ。上田が短期間で犯行を繰り返せたのは、その点が大きいわね。で、今度はどんなトラブルが起きたんだ？上田は高橋さんに犬の商売の共同経営の話を持ちかけたのよ。上田は、犬の仕入れ代金として、現金50万円と貴金属を受け取ったわ。よくそんな大金を渡したもんだな。上田は話がうまかったのか？そうかもしれないし、犬に対する愛情だけは確かだった可能性もあるわね。その愛情を、少しは人に向けてほしいもんだな。まったくだわ。予想はついていると思うけど、上田は犬の商売なんて始めなかったのよ。藤原さんの時もそうだが、高橋さんだって黙ってないんじゃないか？ある意味、それ以上だったわ。高橋さんは女で一つで娘を育てた苦労人なのよ。彼女が上田に渡したお金は、そんな環境の中でコツコツ貯めたお金だったわ。それは怒るだろうな。ええ、高橋さんは上田に騙したらただで済まないよと詰め寄ったわ。これがきっかけで、上田は高橋さんを厄介な存在だと考えたのよ。一番厄介なのはお前だと言ってやりたくなるぜ。そして上田は、10月25日に高橋さんを誘拐して殺害したわ。高橋さんの遺体は、金属製のロッカーに隠されたそうね。おや、いつもの長野県塩尻市じゃないのか？時間がなかったのか面倒だったのかはわからないけど、今回は埋めなかったわ。ますます行動パターンが謎めいてきたぜ。ここまで来ると気味が悪いな。ええ、そして上田は、最後の犠牲者である指示さんと、知り合うのよ。この時、上田は犬の訓練士を自称していたわ。
嘘もいいところだが、シジさんは騙されてしまったのか？シジさんはラブラドールレトリバーの子犬を飼っていたのよ。そのしつけに手を焼いていて、上田に訓練を依頼したわ。こうして上田はシジさんの家を訪ねるようになったのよ。シジさんだけじゃなく、夫とも仲良くなっていたようね。サイコパスって、人と仲良くなるのは妙にうまいんだよな。シジさん夫妻も心を許してしまったんでしょうね。そんなある日のこと、シジさんの飼い犬が元気をなくしてしまったわ。シジさんはこのことを上田に相談してしまったのよ。よりにもよって、一番頼ってはいけない奴に声をかけたんだな。まさかとは思うが、上田は安楽死させたのか？ええ、やってきた上田は犬の首に注射をしたわ。その犬は翌朝には亡くなっていたのよ。おいおい、絶対に禁止犯罪じゃないか。その後、上田はセントバーナードの子犬を連れてきたそうよ。シジさんはこの犬の引き取りで3万円を払っているわ。裏側を知っているとゾッとするぜ。だが、これまでの事件と比べたらマシな方だな。でも、話はこれだけじゃ終わらないのよ。上田はシジさん夫妻に、犬の施設の共同出資の話を持ちかけたわ。よくそんな、スラスラと嘘がつけるもんだな。シジさんは信じたのか？上田は例の長野県の土地に連れて行ったのよ。土地を見て、シジさんは上田の話を信用したわ。1993年の夏から秋にかけて、上田に合計1000万円を渡したのよ。1000万円とは、また大金だな。犬の施設の出資だから、金額も大きいわね。でも案の定、上田は何もしなかったわ。お金を出したのに施設の話が進まず、シジさんも上田に詰め寄ったのか。その通りで、上田はシジさんを殺すことにしたのよ。1993年10月29日に、上田はシジさんをトラックに乗せて、いつものように睡眠薬を飲ませたわ。でも、そこでアクシデントが起きたのよ。一体、何が起きたって言うんだ？シジさんが途中で目を覚ましてしまったのよ。しかも高橋さんの入ったロッカーの異臭にも気づいてしまったわ。そんな状況になったら、取り乱してしまうぜ。シジさんも取り乱したわ。上田はその様子を見て、高橋さん殺害にシジさんが、気づいたと考えたのよ。そして、シジさんにも禁止犯罪を注射して殺害したわ。なんてこった。そして、シジさんが最後の犠牲者になったんだな。ええ、最初に話した通り、シジさんの家族の調査で上田の存在が発覚したのよ。警察は最初、5人の失踪者を結びつけられていなかったわ。シジさんのご家族が動かなかったら、上田は殺人を続けていたと思うとゾッとするぜ。シジさんのご家族の情報提供で、警察の捜査は進んだわ。失踪していた人たちが、愛犬家であり、なおかつ上田と関係していることが判明したのよ。これで上田が容疑者として浮上したんだな。ええ、1994年1月26日に、上田は殺人と死体遺棄の容疑で、逮捕されたわ。長野県塩尻市の土地では、犠牲者全員の遺体が発見されたのよ。高橋さんはロッカーに入ったままだったわ。5人、いや6人の犠牲者が出たのは残念でならないが、ひとまず逮捕されて安心したぜ。上田の罪は許されるものじゃないが、裁判は終わってるのか？上田の罪に対する裁判は、すでに終わっているわね。判決が気になるが、上田の態度も気になるぜ。上田は罪を認めていたのか？最初は自供していたわ。でも、法廷に立つと態度を一変させたのよ。警察に暴行されて自白を強要されたとして、無罪を訴えたわ。どこまでも最低な男だな。そんな話が通じるわけがないぜ。ええ、1998年3月20日の判決公判で、上田には死刑判決が言い渡されたわ。そりゃそうだぜ。だが、上田の態度を見るに控訴もしそうだな。マリサの予想通り、上田は控訴したわ。控訴審では一審で却下された。精神鑑定も行われて、改めて責任能力があるとされたわね。おいおい、精神鑑定を要求して結局責任能力があったのか？さすがに見苦しいぜ。そして2001年3月15日に、大阪高裁が控訴を却下したわ。上告も却下され、2005年12月15日に上田の死刑判決が確定したのよ。身勝手な理由で5人の人間の命を奪ったんだから当然だぜ。裁判長も何の落ち度もない5人を身勝手な理由で殺害しており、冷酷非道な犯行。安易に殺人に及ぶ傾向が著しく、動機に酌量の余地もない。結果は極めて重大で、死刑を是認せざるを得ないと、マリサと同じことを言っているわね。犠牲者はどうしたって帰ってこないが、上田がもう出てこないのがせめてもの救いだな。そうね。もし上田が野放しになっていたら、犠牲者は次々に増えていたと思うわ。6つ目、池袋元地下アイドル殺害事件。犯人の宮城龍太は家賃6万円ほどのアパートで母親と2人で暮らしていたわ。17年から22年前には見沼区県営団地に住んでいて、近所の人に覚えられていたわね。宮城に対しては、かなり純粋で気が弱い人、という印象があったようね。
アパートに引っ越す前は団地に住んでいたのか。団地に住んでいた頃の宮城に好印象を抱いていた住民もいたわ。とても、そんなことする子じゃない。ただ純粋すぎるほど純粋だったからね。被害者と本当に付き合っていると思い込んでしまっていたのかも。気が小さい子だったから、未だに信じられないと事件を起こしたことに驚いている人もいるの。そして引っ越し先のアパートの住民によると、10年ほど前から、60歳を超えたぐらいのお母さんと住んでいました。息子さんは170センチぐらいで、少し小太り、会ったら挨拶はしますが、口数の少ないおとなしい人という印象ですと述べていたわ。さらに、二人とも働いてるね。すごく早朝だったり夕方から出かけたりしていたから、24時間営業のコンビニや夜から営業する居酒屋あたりじゃないかな。宮城は服装からして、サラリーマンという感じもしなかったからと言っている人もいたのよ。団地時代の評価ばかりだな。あまりアパートの住民とは関わっていなかったのか？いえ、アパートでも宮城に親切な印象を抱いている住民もいるわ。つい最近私がゴミ出しをしていたら、彼が手伝ってくれてね。え、こんなに親切な人がいるのって驚いたぐらい好印象を抱いたそうね。ゴミ出しを手伝ったり、好青年な一面もあったんだな。学生時代の人からの評判はどうだったんだ？小中学校時代の同級生は、勉強も運動もできなくて、明るい子でもなかった。地味で目立たない子だったから、友達も少なかったと思う。彼は母子家庭で経済的にも恵まれていなかったですが、少なくとも人を傷つけたり、日常的に悪いことをしたりする人間ではなかったと言っていて、事件については、付き合ってもいない二人がラブホテルに行くのだろうか。そこは不思議だなと。彼は最終的には罪の意識に苛まれて、実施したんでしょうね、と話しているわ。だが、事件を起こす凶悪性があったんだよな。周囲の人はその面に気づかなかったのか？それが学生時代についてはあまり情報がないのよ。卒業アルバム写真は公開されているけど、不明な点が多いの。さらに宮城の学歴や経歴もよくわかっていないわ。ただ、女性に慣れていないから地下アイドルの営業に本気になってしまったんでしょうね。どんな営業スタイルだったんだ？まず地下アイドルは普通のアイドルよりも近い距離の存在だと言われているわ。ファンとのやりとりも相手の恋心を利用したりすることもあるの。そうだったのか。だが、普通なら営業だと気づきそうだが。確かに普通は営業だとわかるわね。でも、女性慣れしていない宮城には刺激が強かったようね。次は被害者となってしまった F さんについても紹介するわ。18歳だと？宮城とは19歳も年が離れているじゃないか。記者によると、F さんはライブやイベントを中心に活動する地下アイドルをしていた。事件の1年前にメイドカフェのイベントで1日店長をしている時に容疑者と知り合った。この1年で容疑者と3回ほど会っていたようですと語っているわ。宮城とはたった3回しか会っていないんだな。しかもメイドカフェは1日店長をしただけで、普段は地下アイドルだったんだよな。その通りよ。宮城は普段からそのメイドカフェに通っていて、たまたま F さんと出会ったわ。所属していたアイドルのグループ名は不明で、F さんは東京と新宿区に住んでいたわ。それ以外に詳しい情報はなくて、SNS や源氏名も特定されていないわね。珍しいな。18歳ならインスタグラムやツイッターくらいはしていそうだぜ。そうね。もしかしたら本名ではなく源氏名で SNS を利用していたのかもしれないわ。一応それらしきアカウントは発見されているんだけど裏付けが取れていないのよ。確証がないから、ここでは紹介するのはやめておくわね。真偽不明なものは出せないな。もしかしたら無関係の人のアカウントかもしれないからね。そして2022年7月10日、ついに事件が起きてしまったわ。犯行に及んだきっかけは、宮城がホテルで F さんのスマホを見てしまったことだったわ。まさか勝手に F さんのスマホを見たのか？スマホには宮城以外の男との通話履歴やメッセージのやり取りがあったわ。これに宮城は激怒したの。恋人でも黙ってスマホを見ることなんてしないぜ。それに男性と言っても仕事関係の連絡だってあったかもしれないじゃないか。何より、たとえ F さんに恋人がいたとしても宮城には関係ないぜ。その通りよ。だけど宮城は F さんを自分の恋人だと勘違いしていたわ。自分という恋人がいるのに他の男と連絡を取っていることに嫉妬したの。そして宮城は F さんの首を10分も絞めて殺害したわ。宮城はカッとなってやったと言っているけど、後にナイフを持っていたことが発覚しているわ。つまり F さんを脅したり、計画的に殺害したりしようとしていたのか？そうかもしれないわね。F さんの体には首を絞められた痕跡の他に、切り傷もあったわ。たった3回しか会ってないのに勘違いして殺害するなんてひどいな。マリサの言う通りよ。カッとなったにしろ計画的な犯行だったにしろ、許される行為ではないわ。F さんは宮城とも連絡を取っていたんだよな。そうね。だけどスマホのやり取りだけで F さんの気持ちを理解するのは難しいわ。確かにそうだな。私だって苦手な人とメッセージのやり取りをすることがあるしな。
その時は、マイナスな気持ちは見せないようにしているぜ。どうして宮城は F さんのことを彼女だと思い込んだんだろうな。宮城は F さんに色々貢いでいたのよ。逮捕後の供述ではゲームや家電などを買ったと述べているわ。なるほど。それで勘違いをしたのか。さっきも言ったが地下アイドルとファンの距離の近さが良くなかったんだな。F さんにとっては普通の距離感でも宮城は好きなアイドルに頼ってもらった。と錯覚したのかもしれないぜ。恋人になってほしいなど直接的な言葉は言われていないわ。でも宮城は F さんが自分と同じ気持ちだと解釈したのではないかと思われているわね。もしかしたら F さんは宮城とパパ活している感覚だったかもしれないな。それなら一緒にホテルに行くのも納得できるぜ。F さんが何を思って宮城と接していたかはわからないわ。でもホテルに行くのは、貢いでもらった対価だった可能性があると指摘する人もいるわね。宮城は殺害翌日の11日、午前4時過ぎに池袋にある交番に出頭したわ。自ら出頭したのか？交番の警官たちは宮城が人を殺したというと一気にざわめいたそうね。そして、すぐに現場となったホテルに急行したの。そしてホテルの室内にある浴槽の中で F さんの遺体を発見したわ。この時分かったことなんだけど、宮城は52時間ほどホテルに滞在してたそうね。逃げようとは思わなかったのか？何をしていたか気になるな。長時間滞在していたことに関しては実行するか迷ってたと供述しているわね。とことん身勝手な男だな。迷うくらいなら思いとどまってほしかったぜ。それにしても、ファンとしてはアイドルと距離が縮められるのは嬉しいことだよな。こんなに恐ろしい事件も起きてしまうんだな。実は最近も同じような事件が起きているのよ。2023年、府中市でも似た事件が起きているわ。ラブホテルのベッドで、首から血を流して倒れる S さんが発見されたの。警視庁は2月3日に、府中市に住む石川明を殺人容疑で逮捕したわ。また随分歳が離れているな。親子ほどの年齢差じゃないか。そうね、石川は事件を起こす前から S さんとかなり親しくて。寝ている S さんの首をナイフで3回刺して殺したと供述しているわ。さらに、S さんに1000万円近くつぎ込んだと供述しているわ。1000万円も貢いだのか？どうしてそんなことになったんだ？S さんはアイドル活動をしていたんだけど、詳しい事情を知っているという A さんという男性が事件が起こった詳細について話してくれたわ。A さんは二人と面識があったのか？A さんは石川と S さんのどちらとも面識があり、二人と仲が良かったわ。二人は非常に親しい間柄でした。今のままでは誤解されたままになってしまうと思うと、いたたまれない気持ちになり、双方のことをよく知る私が話すべきだと思い至りました。と、A さんは語っているわ。じゃあ S さんと石川がどうやって知り合ったのかも知っているのか？S さんと石川が出会ったきっかけはマッチングアプリだったわ。石川からお小遣いをもらっていること、関係も持っていたことも聞かされていたわね。S さんは1回会うたび20万円程度もらっていたようね。男女の関係を持って1回で10万。高いのか安いのかよくわからないな。援助交際の一般的な相場に比べたらかなり高いわ。当時 S さんは定職についていなくて、A さんに対して、普段の生活や身の回りに関することも含めて石川に支えられていたと話していたわ。そのため、二人は連日のように一緒にいました。石川には自宅もあったようですが、なぜか二人は新宿の決まったホテルの部屋を常宿にしていて、そこでかなりの時間を一緒に過ごしていましただそうよ。そこまで A さんに赤裸々に話していたんだな。どうしてそんなことまで知っていたんだ？ A さんはそのホテルの近所にいることが多かったのよ。S さんからよくあれを買ってきてほしいなどと呼び出されていたの。A さんは少し面倒に思っていたそうね。でも、近所のよしみで S さんの言うことを聞いていたわ。その過程で石川とも顔見知りになったの。いくら近所のよしみと言ってもそこまでしていたのか。A さんは、新宿のホテルに住む生活を送っていた S さんを心配していたからよ。S さんは石川のことを、自分の生活の面倒を見てくれる優しい年上のおじさん、という感覚で交際していました。しかし石川の方は S さんの将来も含めて、S さんの面倒を見なければいけないという責任感にも似た気持ちを抱いていたようでした。私はだんだんと双方に気持ちのズレがあることを感じていました。歳が30歳も離れていることも気になっていましたから、定期的に S さんの様子を見守ろうと思って、頼まれたものの差し入れをしていました。と、S さんを気にかけていたわ。A さんは優しい人なんだな。だけど A さんの心配をよそに S さんが石川からもらう金額は膨らんでいったわ。S さんはお小遣いを受け取るうちに、だんだんと新宿で派手に散財するようになったの。それに伴って石川からもらうお小遣いの金額が上がっていったのよ。一度200万円以上受け取っていたこともあって、石川の総額1000万円以上になっていたのだと思いますという供述にも真実味があるのよね。一度200万円以上って、いくら親しくても異常だぜ。その通りよ。そして金額が上がっていくうちに、ただお小遣いとして渡す関係ではなくなっていくわ。
報道では、石川は逮捕された時に S さんのマイナンバーカードを所持していたそうね。マイナンバーカードって個人情報の塊じゃないか。どうして石川がそんなものを持っていたんだ？ちなみに S さんの所持品には石川のマイナンバーカードがあると見られているわ。A さんはこのことについて S さんから事情を聞いたんだけど、石川が S さんに大金を渡していくうちに石川が借用書を用意したそうなのよ。その際に証明としてお互いのマイナンバーカードを交換したの。ただの恋人関係ならそんな証明は必要ないよな。さらに A さんは2022年の11月頃から、石川の執着っぷりを気にかけて、S さんに、そんなに彼からお金を受け取って大丈夫なの？と聞いたことがあったそうよ。すると、S さんは LINE で送られた石川の源泉徴収票の写しを見せてきたわ。石川の年収は1000万円ほどだったそうね。かなり高年収だったんだな。だが、年収をそのまま貢ぐレベルなのはさすがにやりすぎだぜ。もちろん貯金もあったでしょうけど、短期間に1000万円は渡しすぎよね。実際、石川はかなり追い込まれていたと思われるの。そして二人の交際を見守っていた A さんは事件以降、フラッシュバックに苦しんでいるわ。私が彼らと交流していたのは去年春頃から年末までですが、その間は週に一回は会うか、LINE でのやり取りがあったので、彼らの記憶は鮮明に残っています。だからこそ、事件があってからは毎晩彼らのことを思い出します。S さんが石川に刺されるシーンが脳裏に浮かび石川が二つのナイフを持っていたという報道から、もしかして心中するつもりだったのではないかと想像してしまい、寝つけなくなるのです。だそうね。そんなに近くで二人を見ていたなら、トラウマになってしまっても仕方ないな。犯行に及んだ石川の胸中はわからないわ。でも、背景には二人にしかわからない問題があったのかもしれないわね。どちらの事件もキャパを超えて貢いだせいで起きたんだな。被害者のご冥福をお祈りします。7つ目、横浜 OL 殺害事件。事件が起きたのは2000年10月、神奈川県の横浜市で発生したわ。この事件は、犯人の身勝手な犯行動機と裁判での態度もかなり問題視され、遺族にも深い絶望を与えたとして有名になった事件よ。そんな事件があったんだな、知らなかったぜ。ところで犯人はどんな奴なんだ？名前は穂積はじめ、当時22歳。鉄道会社に勤務する父親と専業主婦の母親との間に生まれ、妹と共に神奈川県横浜市で育ったわ。そして今回解説する事件の被害者となる A さんとは、中学の同級生だったそうね。A さんと穂積は中学時代は仲が良かったのか？それが、二人は同じ学校にいたものの交流などはあまりなく、1年生の時に同じクラスになったくらいで、それ以外はお互いにただ知っている程度の関係性だったらしいわ。そんな特に関わりのない人を、穂積はなぜ殺害してしまったのだろうな。突然に起きた事件で、この男の心情は誰にも理解されないし何とも言えないわね。穂積は中学卒業後スーパーの従業員として働いており、一方で A さんは短大を卒業した後、着物の販売やレンタルを扱う会社に就職したわ。穂積は中学を出てすぐに働きに出たんだな。A さんはとても良心思いなところがあり、社会人になったと同時に家を出て自立することも選択肢の一つにあったにもかかわらず、お父さんとお母さんに寂しい思いをさせたくないということで、自宅から通うことを選んだそうなの。きっと両親も、A さんに対して誠実な優しさを持って育てたんだろうな。そんな中、一人で自宅にいた穂積は、男性週刊誌をたまたま見かけたそうで、気持ちを悶々とさせてしまったわ。何をやっているんだ穂積は。それから、A さんがたまたま穂積の自宅を通りかかったのが窓から見えたらしく、突発的に彼女をターゲットにしたらしいの。穂積は A さんがタイプとか、そういうことだったのか？わからないわ、ただ女性なら誰でもいいと思っていたかもしれないし。そうか、というか A さんが穂積の家を通りかかったって。彼らの家はかなり近いところにあったのか？それが、二人の家は距離がわずか50メートルしかなかったそうなの。そんなに近かったんだな。そして、穂積は何度か A さんが歩いてくるのを待ち伏せして、彼女と接する機会を伺っていたのよ。A さん、逃げてくれ。そして事件の前日の10月15日の夜、この日 A さんは家族と楽しい食事をとっており、遺族の話によると A さんは母親の手料理を美味しいと言って食べていたそうなの。これが、A さんたち家族全員が揃う最後の食事になってしまうんだな。事件当日となる2000年10月16日、穂積は会社から帰宅する A さんを車の中で待ち伏せており、午後8時50分頃に徒歩で A さんが帰宅する姿を確認するの。自分の車の前を歩くような位置に車を移動させた後、穂積はとんでもないことを始めてしまうわ。まさか、その場で A さんを襲おうと考えたのか？大体そんな感じね。突然の犯行だからなぜこんなことをしたのか誰も理解できないだろうけど、背後から低速で車を発進させ、A さんをそのまま跳ね飛ばしてしまうの。どうしてそんなことをするんだ？その衝撃で A さんは畑に落ちて気を失ってしまうんだけど、
穂積はそんな A さんを農具置き場に連れ込み、あらかじめ持参していたナイフを取り出して、A さんの首めがけて突き立てるのよ。悶々としていたはずだよな。そんな恐ろしいことをするなんて、本当に理解できないぜ。そうでしょ？ちなみにその悶々としていた感情もその場で発散させようとしたらしいんだけど、その時ちょうど人が通りかかったことにより、行為は諦めたそうね。結局、A さんは助からなかったのか？ええ、当日の午後10時過ぎに、通りかかった人が A さんの変わり果てた姿を発見し、そこで事件が発覚したわ。日付が変わって午前12時、警察から A さんの家族に、娘さんは、茶色いスカートを履いていたか、という連絡が入ったの。その時、A さんは警察の言うスカートを履いていたのか？ええ、出勤時の服装になるんだけど、家を出る時は確かに茶色いスカートを履いていたようね。それからすぐに警察が自宅に家族を迎えに来たらしく、警察車両の中で両親が娘がどうかしたんですか？と聞いたらしいんだけど、ショッキングな出来事からなのか、警察からは事件については何も答えてもらえなかったらしいわ。そうだよな、説明するのも辛いだろう。警察署に到着した際、しばらく別室で待つことになった A さん一家だけど、ドアの向こうからご遺族が到着されましたという会話が聞こえてきて、その時、両親はかなりの不安を覚えたみたい。ご遺族なんて言葉が聞こえてきたら、つまりそういうことだもんな。それは辛いぜ。そして、A さんの家族は事実を告げられることになるの。それで、その後 A さんの家族は、事件についての知らせを聞いたというわけだな。ええ、その事実を聞いた家族は強い衝撃を受けて、母親は娘を失ったショックから娘のそばに行きたいというようになり、事件の影響で PTSD を発症してしまったの。何者かに突然娘を奪われるんだもんな。すごく辛いはずだぜ。その後も錯乱状態になって、自宅を飛び出そうとしたり、小さい子供が犠牲になったニュースを見るたびに落ち込んでいたと、家族は語っているわ。たとえ家族を失ったとしても、自分は生きていかないといけないからな、まるで生き地獄だ。その間、穂積は仕事を辞めており、家族に当たり散らして暴力行為に走るなど手がつけられない状態だったの。待て待て、この男は何の罪もない人の命を奪った上に、その家族まで苦しめておきながら、のうのうと生きていたということかよ。それに今度は自分の家族に当たるのか。そうなのよ、暴れる行為を散々繰り返して、そんな穂積に耐えきれなくなった家族は、彼を置いて家を出てしまうの。追い出すのではなく、自分たちが出ていくんだな。その後、両親の方から金銭的な工面がされたんだけど、穂積はそれもすぐに使い切っていたようね。一体何に使っていたかは別だが、その間も警察はこの男を捕まえられないでいたのか？ええ、本事件の捜査は難航し、なかなか犯人が捕まえられずにいたの。この事件は迷宮入りすることが濃厚になって、さらに事件が起きておよそ1年後には警察から家族への連絡もなくなり、ご家族は事件の風化を感じていて、絶望感に苛まれていたの。また、捜査状況を確認するために訪れた警察署の捜査本部では、収納ケースの底で潰れた A さんのバッグを発見し、さらに無念さが増す一方で、家族は悲しみに暮れるしかなかったの。一年以上もそんな生活をしていたんだな。今もそうだと思うが、家族はとても辛かっただろう。進展しない捜査状況の中、 A さんの家族は独自調査を続けるために情報提供者に懸賞金を出すことを検討するとともに、心情を綴った手記を読売新聞社に寄せるなどして情報提供を呼びかけていたわ。家族も必死に頑張っていたんだな。だがこの事件の犯人である穂積は捕まっているんだろう？一体どうやって捕まったんだ？事件から約3年後に、とあるきっかけで急展開を迎えることになるのよ。3年も家族は苦しんでいたのか。きついぜ。ところでどんな展開を迎えたんだ？捜査が難航する中、あるテレビ番組が放送されたの。その番組で、ちょうど事件の紹介がされて、犯人を見つけ出すために外国人の超能力者による捜査が行われたわ。まさか、その超能力で穂積の元までたどり着いたのか？ 100% そうとは言い切れないけど、その超能力のおかげと言っても過言ではないわね。その捜査の中で、超能力者が投資を行い、投資で描いたとされる犯人の似顔絵が公開されたの。その似顔絵は犯人である穂積と似ているもので、これを見た穂積はもう逃げられないと思い、2003年6月に自首を決意して警察に電話したのよ。そうか、じゃあ本人による自首で犯人が発覚したんだな。そういうことね。自首の内容は、当時は交通事故を起こして A さんの携帯電話を借りたがトラブルになって、手にかけたというもの。当初穂積は、A さんとご家族に申し訳ないことをしてしまった、罪を償いたいという趣旨の上、新証警察に提出し、反省しているかのような態度をとっていたみたいね。突発的に人の命を奪うような人間が本気で反省するとは思えないんだが、彼は本当に反省していたのか？それが弁護士が接見した瞬間、穂積は黙秘に転じたようなの。
そうなるか。なんだか雲行きが怪しくなってきたな。恐ろしいことに、穂積は第一回の裁判でやっていませんと態度を一転させて。さらに、そんなところには行っていません、妄想でしたなどと言い放ったの。やっぱりこの男は反省してなかったのか。弁護側も、自首は家を出て行ってしまった親の関心を引くためのもので虚偽であったことは明らか。などとして無罪を主張したそうね。傍聴席にいた父親は、その言動に思わずえ、と声を上げ、驚きを隠せないでいたわ。それはそうだろうな、急に話を一転させるなんて驚きだぜ。父親は頭が真っ白になったというわ。遺族の意見陳述の際、父親は犯人が座った椅子には座りたくない。罪の意識の欠片もない被告を極刑にしていただきたいと述べた。父親の怒りがとてもわかるぜ。検察側は論告の後半で、極道非道の所要で反社会的性格の人物に顕著な強制教育は、およそ不可能で極刑を考慮すべき事案。だが被告人はまだ若年だなどと述べ無期懲役を求刑。判決が言い渡されるまでの間、遺族は穂積を極刑にする署名活動を行っていて、3ヶ月足らずの間に6765名の署名が集まったの。3ヶ月でそんなに集まるものなんだな。そして判決後半の日、裁判長は穂積の自白の供述について詳細かつ臨場感に溢れている被害者を、車で衝突させた状況など誘導で引き起こされたものではないと考え、極刑に値すると言いつつも、やはり若年者で前科歴がないとし、求刑通り無期懲役が言い渡されたの。若い年代とはいえ、無期懲役でもまだ甘いと思うけどな。穂積は判決後、裁判長に一つ質問させてくださいと言い、マイクを掴んだんだけど発言は認められず、そのまま引きずられていったとのこと。その時、A さんの遺族が穂積に対しお前なんか本当は極刑なんだから。お前は絶対に許さないと言い放った際、彼が振り向き睨みつけるような目つきで、お前が迎えに行かなかったから死んだんだよと遺族を侮辱する発言をしたみたいね。人の命を奪っておいて、どうして平気でそんなひどいことを言えるんだ。開き直りも甚だしいな。さらに一切反省の顔を見せなかった穂積はこの後控訴していたの。こんなことをしておいて、控訴してんのかよ。それで、控訴した後の判決はどうなったんだ？控訴審の判決の前に、さらなる悲劇が起きてしまうの。また何か起きたのか？一体どんな悲劇だ？2006年8月1日、悲しいことに A さんの母親が最寄り駅近くの踏切で電車に接触し、命を落としてしまったのよ。そんな、この悲劇に耐えかねて、自らの命を絶ってしまったのか？それとも事故だったのだろうか？遺書などは見つかっていなかったんだけど、踏切の前に靴が並べられてあったから、警察は自殺と断定しているわ。A さんの母親は、事件からずっと夜も眠れず、食事も喉を通らなかったらしく、体重も10キロ以上落ちていたそうなの。それくらい、心が病んでしまっていたんだな。光のない砂漠の中にいるようだと述べていたそうよ。そして穂積の裁判の方は、控訴審でも一審と同様、無期懲役が言い渡され、さらに最高裁でも同じく無期懲役が決まり、刑は確定したわね。結局、極刑にはならなかったんだな。その後、A さんの父親は穂積を相手取り、5510万円の損害賠償を求め横浜地裁に提訴。穂積は罪を否定したけど、横浜地裁でも東京地裁でも遺族の請求はほとんど全て認められ、約5500万円の賠償を命じる判決が確定。だが、この男はきちんと支払っているのか？否定している以上払うことはないと思うのだが。そう思うわよね。マリサの言う通り未だ1円も支払われていないの。穂積の家族も息子の犯行かわからないと言い、支払いを拒否しているとのことよ。ただ、家族には法的な支払いの義務はないんだよな。ええ、あくまでも穂積に課された義務だからね。でも家族からの謝罪もないらしいわ。そうか。家族も複雑な気持ちなんだろうな。さらに、穂積は刑務所の中でも反抗的な態度ばかりとっているようで、6ヶ月中4ヶ月は独房や懲罰房にいるほど服役態度が悪いみたいね。そんな奴でも30年服役すれば、仮釈放の可能性が出てくるんだよな。あと15年といったところか。まあ、服役態度から考えて、間違いなく穂積はたった30年じゃ仮釈放もないだろうけど、こんな人が世に放たれるなんて考えたくもないわね。8つ目、バックパッカー連続殺人事件。1989年から1993年の4年間にオーストラリアの、ニューサウスウェールズで起こったバックパッカー殺人事件。この事件は当時オーストラリアは危険な国であるという、イメージを世界の人々に植え付けることにもなったのよ。マジか。タイトル的にも、相当悲惨な事件だったんだろうな。というか、これからバックパッカーになろうとしてる人にこの事件を話すのか？うん。何か問題ある？いや。念のため一応聞いておく。1992年9月にベラングロ州立公園内でね、
ランニングをしてた人が妙な匂いを感じたらしいわ。それでその人が匂いを辿っていった先にあったのが謎の死体だったの。その人はすぐさま警察に通報したそうよ。もう完全にランニングどころじゃないよな。だね。この死体が発見されたことで捜査が始まったんだけど、1993年11月までにこの公園内で発見された遺体はどのくらいだと思う？え、この最初の1体だけじゃないのか？甘いわねマリサ。合計で7体よ。な、7体も？どうなってんだその公園。ちなみに殺害方法は刺殺や射殺、撲殺など様々。しかも遺体や発見現場の状況に類似したところがあったそうなの。それで調べていくと被害者は全てオーストラリアをヒッチハイクで旅していたバックパッカーだったわけ。というわけで、初期の段階から同一犯による殺人事件であるとみなされたんだよ。まるでバックパッカーキラーだな。犯人はそんなにバックパッカーに恨みでもあったのか？そういうわけじゃないんだけど、とりあえず被害者について話していくわね。理由はどうあれ、もうこの段階で旅とか行きたくなくなってきたんだけど。まず最初のバックパッカー被害者はイギリス人の女性であるクラークさんとウォルターさん。1992年の4月にキングスクロスで目撃されてから、行方不明となっていたのよ。まさかこんな形で発見されることになるとはな。この二人はオーストラリアをヒッチハイクしている最中に、犯人に拾われたとされていて、その後に森の中で殺害。ちなみにウォルターさんは全身の14箇所を刺されていて、クラークさんは頭や身体を10回ほど銃で撃ち抜かれていたわ。マジか、残酷だな。次に1993年の10月、同公園内で薪を探していた現地の人が白骨化した遺体を発見。薪の代わりに偉いもん見つけたな。ほんとよ。それで警察が捜査を進めた結果、行方不明になっていたギブソンさんとエベレストさんだということが判明。この二人は、4年前にビクトリア州フランクストンで目撃されたのを最後に行方不明となっていたの。ちなみにギブソンさんは全身8箇所刺されていて、心臓と肺には穴が開いていたわ。毎回残酷だし、犯人の動機がまるでわからないから余計に恐ろしいな。エベレストさんに関しては暴行を加えられていて、顎や額をはじめとして何箇所も刺された跡が見られたわ。さらに犯人はエベレストさんが履いていたタイツを脱がし、足を縛り付けて強姦しているの。5人目の被害者はドイツ人の女性のバックパッカーであるシュミットさん。1993年11月に白骨化した遺体が警察によって発見されたわ。その遺体のそばには衣服が落ちていたんだけどね。この衣服は彼女のものじゃなかったみたい。これは事件に関わってる重要なアイテムな気がするぞ。先に答えを言っちゃうとね、この衣服は次に紹介する被害者のものだったの。ああ、なんで先に言っちゃうんだよ。ネタバレかよ。え、ダメだったの？もう少し推理させてくれよ。なんかごめん。次からは気をつけるわ。それで彼女も他の被害者と同様、ヒッチハイク中に犯人に拾われたみたいね。そして検視の結果、全身を刺されて強姦されたことがわかったよ。これは確かに危険な国認定されてもおかしくはないな。犯人はシュミットさんを殺害した後、森の中にある落ち葉や枝などで遺体を隠して逃走したみたい。マンネリか？もうちょっと手の込んだ隠し方してくれよ。確かにね。次にドイツ人カップルのニューガバーさんとハブシットさんが殺害されて、手口は他の被害者たちと同様。ただ、ニューガバーさんは頭を6回も撃ち抜かれていて、ハブシットさんに関しては首を切り取られていたの。ちなみにその首は未だに見つかっていないわ。怖。でもなんでこの人だけはいつもと違うんだろうな。なんでかしらね。残念ながら、その部分は明らかにはなってないのよ。まあいずれのケースでも遺体発見現場でキャンプした形跡があったから、被害者は長時間にわたって拘束をされていたと思われるわ。それと同時に拷問されていたことが伺えるわね。だな。ここまでするって、普通の精神状態じゃなさそうだな。うん。しかも多くの被害者は手足を縛られて、さらに脊椎を損傷させられて行動の自由が奪われていたしね。これがサイコパスってやつか。そして1993年、イギリス人のバックパッカーである、ポール・オニオンという男性がオーストラリア警察に通報してきたの。どうやら、ヒッチハイク中に同じような被害に遭いそうになったことを思い出したそうよ。お、事件に進展が。オニオンさんはね、4年ほど前の1989年にシドニー周辺でバックパッカーをしていた時に、ヒッチハイクをしてビルと名乗る男の車に乗せてもらったんだって。おそらくこいつが犯人だろ？え、まだわからないじゃない。いや、そんな気がする。今までの経験からして。そしてしばらくは雑談を交わしてたんだってさ。それで質問ばかりをされたりで不審に思った矢先、オニオンさんはこの男に突然銃を突きつけられたのよ。雑談からの質問攻めからの銃突きつけのコンボは、さすがに常人じゃできない技だぜ。それからオニオンさんは死に物狂いで逃げ出して、通行中の車に助けを求めたことでなんとか命は助かったそう。
今回の事件を知ったオニオンさんはこの経験が関係があると思ったらしく、通報に至ったそうよ。なるほどな。それでどうなったんだ？この話を聞いた警察は早速オニオンさんに捜査の協力を求めたところ、彼がビルと断定したのがアイヴァン・ミラットっていう男性だったわ。それから警察はミラットに焦点を絞って、現場に残されていた。銃弾のタイプから銃のライセンス番号を割り出すの。警察はすでに前科、アリバイなどを元に容疑者を絞り込んでいたんだけど、オニオンさんの証言によりミラットを容疑者と特定して、ついに家宅捜査が行われることに。さて、何が出てくることやら。楽しみだな。そして家からは銃や被害者のものと思われる、バックパッカーたちの寝袋や水筒が発見されたわ。さらに被害者の首を絞めた際に使ったと思われる紐も見つかって、その紐に付着していた血液が最初の被害者であるクラークさんのものと一致したの。もう確定したな。なんで自宅にそういうものを残しておくかな。こうしてミラットは1994年5月に逮捕されたのよ。だけどミラットはあの家には4人の男兄弟と一緒に住んでいたんだ。他の誰かの犯行かもしれない俺は兄弟の誰かにはめられたんだ。おそらく弟のリチャードだろうと犯行を否定していたわ。まあ普通なら、苦しい言い訳にしか聞こえないけどな。普通ならね。でもこの主張は確かに一理あって、ミラットは酒もタバコもやらなかったんだけど、犯行現場には酒瓶やタバコの吸い殻が残されていたのよ。え、ということはミラットの言ってることは本当なのか？だから酒飲みで愛煙家のリチャードの犯行か共犯である可能性も否定できなかったんだけど、結局ミラットのみが裁かれることになったの。こうしてミラットはイスラム系のテロリストが数多く収容される、シドニーの最重要刑務所であるゴールバーンに無期懲役で収容されたわ。でもまあ、とりあえずは連続殺人を阻止することができたって感じか。うん。だけどミラットは犯行を否定し続けていたから、明らかになっていない部分もあるのがもどかしいところね。そもそもさ、このアイヴァン・ミラットってどんな人なんだ？やっぱり気になっちゃう？そりゃここまでのことしてるんだ、気にはなるだろ。そうよね。アイヴァン・ミラットは1944年生まれで、クロアチア移民の父親とオーストラリア人の母親の間に生まれた14人兄弟の4番目なの。1971年に2人のバックパッカーの女性を強姦したことで、逮捕された経歴があるんだけど、不起訴となっているわ。昔からバックパッカーキラーだったのか。他にも不法侵入、窃盗、強盗、強姦、危険運転、仮釈違反などの、あらゆる犯罪で逮捕された経歴を持ってるのよ。いろいろやりすぎだろよくこんな奴を野放しにしてたな。ライオンとか虎を野放しにされるより恐ろしいわ。あと犯行現場付近に土地を所有していて、最初の遺体が発見された直後に自家用車の日産サファリを売却していたの。そういうことも含めて、犯人のプロファイルに最も近い人物だったそうよ。これって計画されたというより、本能でやってる感がすごいな。確かに。もし計画をちゃんと立ててたら、こんな近場でやったりしないし、わかりやすく車とか売らないよね。うん。だから余計に恐ろしいやつだな。あとミラットは服役中にハンガーストライキをしたり、脱走を試みたり、カミソリの刃やホチキスの刃を飲み込んで自殺を図ったりして何かと騒がせていたわよ。常軌を逸してる。カミソリの刃を飲み込んで自殺ってなんだよ。しかも2009年1月には、無罪を訴える手段としてプラスチック製のナイフで左手の小指を切断し、それを封筒に入れて高等裁判所に郵送しようとしたの。止まらないな、もう想像の範囲外だわ。そんなミラットだったんだけど2019年に末期の食道癌により、74歳で最後を迎えることに、亡くなる直前、短い時間訪れた母親と二人きりの時間を与えられたミラットは、あの事件は僕がやったんだと犯行を自供したそうよ。最後の最後で認めたな。母親の愛は偉大だったか？もしかしたら、そうなのかもしれないわね。それでミラットが捕まった後にね、ある教授がミラットに取材を試みたのよ。ほう、それは面白そうだな。どんな感じだったんだ？手紙のやり取りをしてたみたいで、その教授は彼の手紙はいつも10ページを超える長文であり、その一糸乱れぬ手書きの文字に当初は本当に衝撃を受けたと語っているわ。え、まさかの絶賛。今のところはね。それでミラットはスーパーマックスっていう最高警戒レベルの週刊誌だから、本とかを送ることができなかったんだって。だから教授はいつもミラットが関心のありそうな、ネット情報を複数ページ印刷して同封していたそうなの。どうしてもミラットについて知りたいんだな。さすが教授さん、探求心が違うぜ。そして教授はミラットに両親のことや兄弟のことなどの家庭環境を分析するために、両親は厳しかったか？兄弟が多くて寂しい思いはしなかったか？とかいろいろと尋ねてみたそうなの。バックパッカーキラーは家族についてどう思ってたんだろうか。かなり気になるな。
するとミラットは全く厳しいことはなかった。僕の父さんは僕が何か間違いを犯しても手を挙げたりすることはなくて、一つ一つ丁寧に納得するまで説明してくれる人だったと力説していたらしいわ。家族思いかよ。やりとりの最初の数回はそうした質問を織り交ぜた内容だったらしいんだけど、自分が無実であるという主張だけは不動のものだったらしいよ。ここまでのことをしておいて、そのスタンスは保つんだな。教授曰く、ミラットの論点は捜査官がいかに自分の手柄を上げることに執着しているか、そして逃走に成功したオニオンさんの供述をいかにねじ曲げて、彼を証人として抱き込んだかという点に集約されていたそうなの。なるほど。捜査官のせいにしてたわけか。でもね、実はそのミラットを担当していた捜査官はあんまり評判が良くなかったらしいのよ。それでその後は今回の事件の前に逮捕されたことなどを尋ねて、教授は彼は本当に稀な冤罪のケースかもしれないと思ったりもしたと語っていたわ。おいおい、嘘だろ。教授はミラットに味方するのか？それから教授は、ミラットの総合的な行動パターンを判断の基軸に考えたのよ。その結果、今回の連続殺人前の不法侵入、窃盗、強盗強姦危険運転、仮釈違反などといった、オールラウンドの犯罪に手を染めることができるのは、サイコパスの典型的な特徴という結果に至ったらしいわ。それから時折垣間見せる、決して見落とすことのできない、彼の病的な嘘つきの表情も気になったそうよ。さらには無罪を訴える手段として自分の指を切り落とすという常軌を逸した主張手段、逮捕した捜査官の人間性の否定と、事件のテクニカルな側面に関する否定なども指摘していたわ。うんうん。さすが教授わかってるな。そしてミラットは13歳あたりから、たびたび施設の世話になってきたらしいのよ。それなのにもかかわらず、本当に非の打ちどころのない両親と兄弟だと語る、家庭内の非を決して認めようとしない、サイコパシーの高い犯罪者にありがちな心理的抑圧にも注目していたわ。なるほど。それもサイコパスの特徴なのか。ちなみに母親は父親の死後に再婚をしたんだけど、ミラットは系譜とはうまくいかなかったんだって。これらすべての情報を総合して、教授はミラットは親や多すぎる兄弟たちへの、不平不満の抑圧を起爆剤としたサイコパス的な連続殺人鬼と最終判断を下ろしたの。9つ目、門間一家4人事件。その事件について詳しく教えてくれ。事件が起きたのは2016年10月19日午前4時10分頃、大阪府門間市の篠宮の住宅よ。犯人は定時制高校に通う小林優馬容疑者、当時24歳で、被害者宅の窓ガラスを割って侵入して、一家4人を殺傷するといった犯行に及んだわ。24歳で定時制高校に通っていたということは、もともと高校には通っていなかったのか？それについては後で話すけど、優馬本人にとある問題があったみたいなのよね。そうなのか。被害者となったのは、父親の Y さん当時43歳とその長女当時19歳、次女当時17歳、長男当時15歳の4人で、父親の Y さんが胸や腹などを刃物で刺されて病院に運ばれたけどその後死亡したの。お父さんは亡くなってしまったのか。他の3人は大丈夫だったのか。他の家族も腕などを刃物で切りつけられるなどして怪我を負ったけど、なんとか命は助かったわ。長女ら3人が助かったのは良かったが、お母さんは被害に遭わなかったのか。母親は、親の介護があったみたいで事件当時は家にいなかったみたいね。それにしても霊夢、この優馬という犯人は、一体どんな人物だったんだ？それじゃあこれから小林優馬についての人物像などを解説していくわね。まず、優馬容疑者の母親は日頃からブログを解説して書き込みをしていたんだけど、自分の息子の優馬のことについてもたくさん書いていたの。どんな書き込みをしていたんだ？生まれた時からの成長日記みたいなものよ。自分の子供を愛する母親なんだな。母親のブログによると小林優馬は当時2から3歳の頃はおふざけも大好きで、当時はごく普通に成長していたそうなの。ただ、よく高熱を出していたとのことで、頻繁に熱性痙攣を起こしていたと書かれていたわ。優馬は生まれつき病弱だったのかもしれないな。その病弱体質とは裏腹に、幼稚園入園前にはひらがなをすべて覚えてしまうほど優秀で、母親は将来期待していたみたい。それなのにこんなことになるなんてな。また優馬は慎重な性格だったようで、年頃の男の子のように激しく遊ぶというよりは、友達が話しているのを聞いているおとなしいタイプの子供だったみたいね。優馬は聞き役のような立ち位置だったのか。近隣住人の話によると、小林容疑者は母親と高校生の弟の3人暮らしだったようで、7、8年前に門間市に引っ越してきたとのことよ。父親の情報については何もないのか？父親については何も聞いてはいないけど、おそらく何か問題があって別れることになったと考えられるわ。家庭の事情が関係しているのかもしれないな。
母親は、昼はシルバーアクセサリー作りの講師をしていて、夜は自宅の1階で居酒屋を経営し、女で一つで二人の息子を育てていたの。朝から晩まで働いてシングルマザーとして子育てに奮闘していたんだな。ただ、ユーマ容疑者の姿を目撃した住民は少なかったという情報が出てるわ。ユーマ容疑者は引きこもりがちだったということか？ええ。小学生の頃までは元気にすくすくと成長していたようなんだけど、中学3年生の頃に少しずつ学校へ行くのを嫌がるようになったという内容が書かれていたの。学校で何かあったのだろうか。ユーマは学校へ行くふりをしてこっそり隠れていたこともあったみたいで、それを見た母親が心配をして、いじめられているの？と聞いたことがあったわ。ユーマはなんて答えたんだ？彼は明るい表情で、そんなことないよ、いじめられてないよと答えていたと語っているわ。子供は親に対して心配かけたくないという思いがあるから、何かあっても言い出せないだろうな。しかも、当時のユーマが中学の同級生と明るく笑いながら通学路を歩く様子など見ているのよ。だから本当にいじめはなかったのかもしれないけど、学校に行きたくない理由は謎のままだったわ。何か不安に思っていたとか、個人的にストレスを抱えていたことがあったのだろうか。今となってはわからないままね。そんなユーマだったんだけど、頑張って志望していた公立高校に合格して、母親とハイタッチして喜び合っていたというエピソードもあるわ。ユーマは幼い頃から賢かったとのことだから、地道な努力は惜しまなかったんだな。だけど高校に入学した前後にアクシデントが発生したみたいで、高校には数回しか行かなくなってしまったの。一体何があったというんだ？それはわからないままだけど、当時母親がユーマを車に乗せて校門まで連れて行ったことがあったの。でもこの時、ユーマは大粒の涙を流し、その場から走って逃げ出してしまったわ。そこまで何かに追い込まれていたのか。一体、何がユーマをここまで苦しめていたんだろうな。ユーマの弟と、小中学校の同級生だったという当時の男子高校生の話によると、夜に自転車で出かける姿をたまに見かけただけ。弟からは兄が引きこもりがちで、サバイバルゲームが好きと聞いた、といった話が出ているわ。サバイバルゲームが好きだったんだな。母親が経営する居酒屋の常連だった客の男性は、母親から引きこもりを打ち明けられ、悩んでいると聞いたと話していて、年齢を重ねるごとに、引きこもる頻度は多くなっていったみたい。そういえば、近所の住民はあまりユーマを見てないと言っていたな。そんな住民からは、どんなイメージを持たれていたんだろう。ユーマのことを知る人は、パーカーを着て帽子をかぶり、全身黒みたいな感じと語っていて、印象については、人を指すかどうかはわからないが、見ただけでちょっと怖い人、といった話をしているわ。そうか。近隣住民にも怖い印象を持たれていたんだな。高校に入って自宅に引きこもるようになってからというもの。母親が部屋に入ろうとすると、ユーマは豹変して暴れるようになったというの。何がユーマを変えたんだ？よっぽど何か嫌なことがあったのか？さらに、ユーマの自宅の隣の家に住む、当時22歳の大学生によれば、何してんねん、うるさいんじゃ、といった怒鳴り声や、壁を殴る大きな音が聞こえてきたということで、怖いしうるさいのであまり聞かないようにしていたと話しているわ。一人で騒いでいたのか？それはどうかわからないけど、母親によると時々一人で部屋ではめいていることが多々あったみたいね。もしかしたらユーマは、何かの病気にかかっていたのかもしれないな。後で説明するけどマリサの言う通り、ある病気が診断として出ているわ。ただ、母親が経営する居酒屋についても問題点があったみたい。どんな問題があったんだ？飼っていた犬が店の前の路上に糞を撒き散らしていたり、自転車が路上にはみ出していたりなどがあって、警察が注意に訪れるなど、悪い評判もあったみたいね。飲食店なんだから清潔感は保ってほしいな。ユーマは相変わらず、お前なんやねんなどと叫ぶ日々が続いていたみたいで、その叫ぶ頻度は事件が近づくにつれて多くなっていったわ。母親はユーマを病院には連れて行かなかったのか？公共機関に相談していて担当者が訪問に来たみたいなんだけど、逆にそれがユーマを刺激してしまったのかかなり暴れてしまって、話にならなかったみたい。その後、母親の説得で病院に行くことになって、妄想型統合失調症と診断され、3ヶ月間入院することになったわ。入院してもユーマは変わらなかったのか？退院後治療のために通院期間があったんだけど、ユーマは事件の半年前ぐらいから病院に通わなくなってしまったの。病気特有の妄想が働いたのか、今処方している薬をこのまま飲み続けていると、自分の内臓がボロボロになると考えてしまって、治療を放棄してしまったの。治療を続けることができたら、また運命は変わっていたのかもしれないな。そしてついにユーマは事件を起こしてしまったわ。2016年10月19日の午前3時、ユーマは自宅からおよそ700メートル離れていた Y さん宅へ向かうの。この時、Y さん宅では父親とその3人の子供が眠っていたわ。母親は介護だから別の家にいたんだよな。ええ？
ユーマは1階の居間に通じる窓ガラスをガスバーナーで炙り、冷却剤をかけるなどして窓を割り、そこから鍵を開けて Y さん宅へ侵入したわ。随分と手の込んだ入り方をしたな。計画性があるぜ。ユーマは刃物を握りしめて2階へ上がって、就寝中だった父親の Y さんを狙ったわ。Y さんは誰やお前と叫んだの。その声を聞いた長女が駆けつけて電気をつけたんだけど、その直後、今度は長女に襲いかかったわ。みんな、逃げてくれ。異変に気づいた次女も駆けつけるんだけど、恐怖のあまりしゃがみ込んでしまうのよ。急に知らない男が刃物を持って襲いかかってきたら怖いよな。次女にも怪我を負わせたユーマは、今度は長男にも襲いかかったわ。目を覚ました長男は、ユーマと揉み合いになって怪我を負ったんだけど、柔道の心得があった長男は怪我を負いながらも、必死にユーマを押さえつけて、その隙に長女が1階に降りて110番通報をしたわ。長男も怪我をしたんだよな。ユーマを必死に抑えてるうちに気絶してしまったんだけど、なんとか一命は取り留めたみたいね。それは本当に良かったぜ。そしてすぐに警察官が駆けつけて、ユーマはその場で現行犯逮捕されたわ。これ以上の被害が出なくて良かったけど、お父さんは亡くなってしまったんだよな。逮捕された時、ユーマは大声で、騙されたと叫んでいたそうよ。それはどういう意味だ？また妄想か？わからないけど、おそらくそうじゃないかしら。ユーマが犯行に使ったのは刃渡り30センチほどの短めの刀で、その時所有していたリュックからは、ナタや刺身包丁などの複数の刃物と、窓を開けるために使ったガスバーナー、作業靴などが見つかっているわ。さっきも言ったけど、これだけ武器を揃えているとなると普通に計画性があるよな。しかも死亡した Y さんの遺体には、胸や頭などに約30箇所ほどの刺し傷が見つかったの。30回も刺すなんて、相当な殺意を感じるな。ユーマはこの一家に何か強い恨みなんかがあったのか？それがね、なんとその後の取り調べでとんでもないことがわかったの。一体、何がわかったというんだ？被害者の Y さんと犯人の小林ユーマには面識がないどころか、接点すらなかったことが判明したのよ。全く知らない人の家に侵入して襲ったということは、ユーマは適当にターゲットを選んだのか？下調べなんかをして、一番狙いやすそうなところを選んだ可能性があるわ。裁判は2018年3月7日、大阪地方裁判所で始まったわ。小林ユーマ被告は、メガネをかけて茶色のベスト姿、髪を腰のあたりまで伸ばした異様な姿で法廷に現れたそうよ。ユーマは、事件について何を語っていたんだ？罪状認否についてとてもおかしな発言を繰り返すの。おかしな発言？何を話したんだ？ユーマが持参したノートを開くと、自分の言い分を読み上げて、身に覚えがないことが多々ある、史上稀に見る人権侵害などと主張して起訴内容を否認したわ。どういうことだ？ユーマが言うには、何者かによって担当を持って待ち合わせ場所に来るようにノウハで指示を受けて、待ち合わせ場所には3人の男がおり、自分はその3人にもてあそばれた。Y さんを殺害したのはその3人だ、といった意味不明な説明をしたの。何を言っているんだこの男は。ただ罪から逃れたいだけなんじゃないか？長女と次女と長男が怪我をしたのは、担当を持っている自分に向こうからぶつかってきただけで、こっちから刺したわけではないと主張していたわ。そんな状況ありえないだろ。また、Y さん宅に侵入したことについて、自分自身が受けている犯罪被害からの緊急避難のためだったと言っていて、辻褄が合わない発言ばかり繰り返していたのよね。最初は3人の男に指示を受けたと言っていたにもかかわらず、自分が受けている犯罪被害からの緊急避難ってなんだよって話になるよな。弁護側はまず被告は犯人ではないと犯行自体を否定した上で、ユーマはもともと統合失調症の影響で心神喪失状態であったとして無罪を主張したの。対する検察側は、被告が事件を起こす前に担当を購入してネットで殺害方法などを検索していた事実を挙げて、計画的に一家を襲撃したとして、小林ユーマが犯人であることは間違いないと主張しているわ。私もそう思うぜ。そもそもインターネットで侵入方法を調べて犯行に及ぶなんて、妄想型統合失調症の症状ではないと思ったしな。それらの理由から、刑事責任能力はあると判断して死刑を求刑したわ。それで、結果はどうなったんだ？4月13日の判決公判で、大阪地裁は懲役30年の刑を言い渡しているわね。心神耗弱状態は否定できず、完全責任能力は認められないとのことで死刑判決にはならなかったわ。無期懲役にもならなかったのか。この判決に対して、被告側か検察側は控訴したのか？ええ。この裁判は最高裁まで争われたんだけど、結局懲役30年の実刑判決が下されたわ。ちなみに母親が経営していた居酒屋は、現在営業していないようで、店の前を通っても静まり返っていて、人の気配はしないそうよ。事件の影響を受けて、母親と弟はどこか別の場所に引っ越してしまったのかもしれないな。10個目、浜松4人殺傷事件。
じゃあまずは、事件の概要から話していくわね。この事件は、浜松4人殺傷事件と呼ばれているわ。その事件名、聞き覚えがあるような。2016年の事件だから、ニュースとかで聞いたことあるって人も多いんじゃないかしら？2016年か。この事件は、2016年の4月22日未明に発生したわ。それで、この事件っていうのはどういった事件なんだ？犯人の名前は池谷義孝。この動画内では池谷って呼ぶわね。OK だぜ。で、その池谷は何をしたんだ？池谷は自分の家族を殺してしまったの。それも身勝手な理由でね。なんでそんなことをしたんだ？それじゃあ、池谷がなぜそんな凶行に出たのかを説明するわね。よろしく頼むぜ。池谷は事件当時、31歳だったわ。ってことは今は37歳になってるんだな。池谷の家族構成は、両親、姉、祖母の5人家族。幼少期はおとなしい子って印象だったみたい。また、池谷は小学校の卒業文集に10年後の僕、ゲームを作る会社に所属。20年後の僕、作ったゲームが売れまくって大金持ち。30年後の僕、大金持ちでとても自由、老後も安心って、書いていたらしいからゲームが好きだったのかしらね。老後も安心か。池谷は小学校のうちから人生設計してたんだな。そんな池谷だけど、高校を卒業後、IT 関係の専門学校に、入学してからはまるで人が変わったように印象が違ったそうよ。池谷は小学校時代の同級生で同じ専門に通っていた男性と、その両親ともよく交流していたそうなんだけど、男性の両親曰く昔は物静かで可愛らしい印象だったけど、専門に入ってからは急に明るく元気な子になったそうよ。新しい環境に入ってキャラ変したのか？私にも経験あるぜ。中学入学と同時に、それまでのハツラツなスポーツ少女から無口なミステリアスな美少女に。その話もすごく興味があるけど、池谷の話を続けるわ。専門学校で IT 系の技術を学んだ池谷だったけど、卒業後はその道に進まず、自動車のパーツを作る工場に就職したわ。どうも IT 系の仕事は自分には向いていないって判断したみたいね。必ずしも好きなことを仕事にできるわけじゃないからな。そういう判断も堅実で良いと思うぜ。就職後、池谷は自宅から20キロ離れた静岡県磐田市の工場に通っていたわ。毎日20キロも？私だったら途中で逃げ出す距離だな。とまあ、こんな池谷だったけど、事件のきっかけになったとも言うべきトラブルを起こしているわ。トラブルねえ。だって池谷は真面目に働いていたんだろ？一体、どんなトラブルが起きたんだ？それは事件発生よりも前の2015年3月のこと。同僚が正しい作業手順を守らずに作業をしていることを池谷は上司に報告したの。工場でマニュアルを守らないのは危ないからな。仕方のないことだぜ。大怪我する前に上司からちゃんと注意してもらわないと。って、まさかこれがきっかけか？注意を受けた同僚から、チクってんじゃねえよって焼き入れられたとか？事実がどうかは不明なんだけど、後の調べで、そういったトラブルがあったとは判明してないの。だけど少なくとも、池谷の中では違ったのね。どうもこのことをきっかけに、自分は同僚らから悪口を言われているという思い込みが生まれてしまったのよ。なるほどな。もしかして池谷は、上司にチクったことを後ろめたく思ってたのか？だとしてもその事実がないんだとしたら思い込みが強すぎるぜ。マリサの言う通りね。でも、池谷の中でそれは純然たる、事実だったの。もしもマリサがその立場だったらどうする？まあそんな感じの悪い職場にはいたくないし、私だったら泣いて暴れて速攻辞めるぜ。そうよね。まあ泣いて暴れるのはともかく、池谷も同僚とのトラブルを理由に上司へ退職を願い出たの。それも2016年の4月13日と15日の2回もね。でも退職は認められず、18日から休職するということになったわ。もしかしたら、それが逆に悪かったのかもしれないわね。休職が悪いということか？休職するってことは、自立して一人暮らしならともかく、実家暮らしの、池谷は職場でのことを身内に知られる可能性があるでしょ？そうか。確かにうちも昔、お父さんが毎日家にいるから、どうして仕事行かないの？って聞いたら、大人には色々あるんだって言われたことあるんだぜ。でも池谷は別にサボって休んでるわけじゃないだろ？理由を話せば、家族だって心配するかもしれないが、理解してくれたんじゃないのか？池谷にとっては家族に心配をかけることよりも、職場での一件を知られてしまうことが嫌だったのよ。後の裁判でもプライドの高さを指摘されているわ。このことから池谷は、会社でのことを家族に知られるくらいなら、いっそのこと、一緒に死んでもらおうと思うようになってしまったの。考えが極端すぎるぜ。なんでそういう方向に思考が行ってしまったんだ？人間、追い詰められると思考がとんでもない方向に行っちゃうことがあるからね。それはそうかもしれないが、その思い込みは危ない気がするぜ。
そのことに関して本人も思うところがあったのか、給食の前に上司に、精神科に行くと言っていたらしいのだけど、結局は行かなかったようね。何はともあれ、その時に医者に見てもらっていたら、結果は、変わってたのかもしれないな。こんなこと言っても後の祭りだが、そうかもしれないわね。給食して妄想を肥大化させていった池谷は、20日にインターネットで刃渡り23センチのサバイバルナイフを購入。翌21日に自宅で父久勝さんと鉢合わせした際に、驚いた顔をされたことから、会社の上司が久勝さんに自分の悪口を伝えたと強く思い込んでしまったわ。妄想が爆発しちゃってるんだぜ。それって、まずいんじゃないのか？自分の悪口を父親に伝えられてしまったと思い込んだ池谷は、このまま家族に会社でのことを知られてしまうくらいなら、その前に家族全員を殺害しようと決意を固めてしまったわ。うわ、そんな決意固めなくていいんだぜ。犯行当日の22日0時25分頃、池谷は久勝さんへ電話をかけたわ。当時、久勝さんはスナックを経営しており、両親がまだ勤務中かどうかを確かめたの。電話での確認を終えた後、ついに池谷は強行に及んだわ。池谷はまず、自宅で就寝中の祖母と姉をサバイバルナイフで刺して殺害したの。寝てる間に身内に殺されるなんて思ってもなかっただろうな。そんな惨劇が起きているとはもちろん知らない両親は、3時頃に帰宅してくると、待ち構えていた息子によって襲撃されてしまうの。池谷はまず就寝するために離れに一人でいた母親を殺害。刺し傷は複数箇所にも及び、1階の階段前の廊下に倒れていたというわ。お父さんの久勝さんはどうなったんだ？久勝さんも脇腹を刺されて重傷を負ってしまったけれど幸い命は助かってるわ。命が助かってよかったぜ。家族全員を襲った後、池谷は逃亡したわ。その際に池谷は、台所の包丁で自分の腹部を刺したり、逃亡中もタバコを食べたりして自殺を図ったりしたけれど、未遂に終わったの。ん？タバコってそんなに危ないのか？知ってると思うけど、タバコにはニコチンという成分が、入ってるわね。そのニコチンは毒性がとても強いのよ。成人の致死量は40から 60mg、幼児では10から 20mg と言われているわ。子供の誤飲事故も多いそうだから、喫煙者の人は子供の手の届かないところに管理して、しっかり気をつけてあげてね。よろしくだぜ。話を池谷に戻すけど、池谷が逃走した後に久勝さんは、警察へ長男に腹を刺されたと通報しているわ。通報を受けた静岡県警細江署が駆けつけたところ、家の中で女性3人が死亡しているのが発見されたわ。お母さんとお姉さんとおばあさんだな。家族を殺傷した後、車で逃走を図った池谷だったけど、途中で事故を起こして、車を捨てて徒歩で逃走を続けたの。それくらい焦っていたってことだな。この事故で犠牲者はいなかったのか？幸いなことに、池谷の単独事故だったから巻き込まれた人たちはいなかったようよ。なるほど。それは良かったんだぜ。久勝さんから長男が母と祖母、姉を刺して逃げたと話を聞き、150人もの人員を割き、行方を追っていた警察だったけど、浜松市北区の、コンビニで池谷に似た男の目撃情報があったの。その情報をもとに、静岡県警捜査員が周辺で池谷を発見し、職務質問すると人を殺したと認めたため、その場で身柄を確保。同日午前7時35分、父親の久勝さんを刺したとして、殺人未遂容疑で池谷は逮捕されたわ。被害が拡大する前に逮捕されて、近所に住んでる人たちも安心だったろうな。警察の取り調べで動機を聞かれた池谷はむしゃくしゃしてやった。精神的に追い詰められていたなどと供述したそうよ。確かに精神的に追い詰められていた面はあるのかもしれないが、だからって何の罪もない家族を巻き添えにして、自殺しようなんていけないことだぜ。巻き込まれる方はいい迷惑だよな。それはそうね、実際に池谷は裁判でも以下のことを言われているわ。裁判で池谷はどういう刑を下されたんだ？静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判では、山田直之裁判長が判決理由で、家族3人の命を奪い、父親にも重傷を負わせた犯行の結果は極めて重大。ナイフの刃が埋まるほど強い力で刺しており、強固な殺意に基づく犯行だと指摘する一方で、自身も被害者、そして遺族でもある父親の久勝さんは、厳罰を望んではいなかったのよ。え、それはまたどうして？実は久勝さんは池谷から仕事を辞めたいと相談された時に、自分で決めなさいと答えていたの。それだけ悩んでいるのなら、もっと真剣に話を、聞いてあげればよかったと後悔していたというから、息子がこんな事件を起こしてしまった責任は自分にもあると思っていたんじゃないかしら。なんだかやるせない話だな。静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判での判決は、求刑通り無期懲役が言い渡されたわ。弁護側は会社でトラブルを抱え、事件当時、
心神耗弱状態に陥っていたと主張を続けていたけれど、山田裁判長は被告は妄想性障害を患っていたと認められるものの、犯行に直接の影響はなく、完全責任能力があったと判断したの。池谷はその判決をおとなしく受け入れたのか？この後、池谷は判決を不服として過控訴したのよ。判決は高裁にまでもつれ込むことになったわ。その結果、一審での無期懲役は破棄されて、池谷には懲役25年が言い渡されたの。無期懲役から懲役25年ってかなり減刑されてるんだぜ。一審では池谷に責任能力はあると判断されていたけれど、弁護側の請求に基づき、精神鑑定を実施していた高裁で、その判断は覆されることになったのよ。朝山義文裁判長は、妄想性障害が大きく影響し、心神耗弱の状態にあったと判断したのね。精神鑑定の結果に基づいているのなら妥当な判断なのか。さらに上告した池谷だったけど、さすがに最高裁は、訴えの棄却を決定したわ。本当なら無期のところを懲役25年にまで減刑されたんだし、刑に服して罪を償ってほしいぜ。最高裁は池谷の心神耗弱を認めて、二審での判決である懲役25年の判決が確定したわ。ということは、池谷は今も刑に服しているんだな。自分が手にかけてしまった身内や、残されてしまった父親の久勝さんについて、どう思っているんだろうな。とにかくきちんと反省してほしいぜ。そうね。私もそう願うわ。事件については以上よ。思い詰めすぎた人間は怖いと思ったぜ。久勝さんも言っていたが、何かに悩んで思い詰めすぎている人がいたら、間違った行動を起こす前に相談に乗ったり、いざとなったら、カウンセリングなど、しかるべき処置を進めてみる必要もあるな。それもそうね。けれどそういうのはとてもデリケートな問題でもあるから、場合によっては相手を傷つけてしまうこともあるかもしれないわ。カウンセリングや精神科に良いイメージを持っていない人が多いのも事実だしね。実際に池谷も精神科に通うと給食前に上司に言っていたけれど、行かなかったんだっけな。都会ならともかく、田舎だったりすると、まだそういうことに偏見があったりするから、気遅れしちまうのも無理はないが。実はこの事件、詳しい事実については不明なのよね。池谷が勤めていた工場で、本当にトラブルがあったのかということについても、担当者の回答は、確認中でわからないというものだったわ。あまり憶測で決めつけてしまうというのも危険な気がするぜ。それはそうね。でも、池谷が身勝手な理由で家族を、手にかけてしまったことは紛れもない事実よ。11個目、持続金事件。まず事件の内容としては、佐藤容疑者含む詐欺グループが、若者ら約200人を名義人とする申請をし、契約2億円を騙し取ったという容疑がかけられているの。その中の一人に佐藤容疑者が含まれているんだな。詐欺グループは10人ほどで、ある少年を名義人とする給付金詐欺に関わったとして、詐欺の疑いで2022年6月1日に逮捕されたわ。逮捕されたのは、当時会社員の佐藤凛果容疑者、東京国税局の中村和佐容疑者、塚本翔平容疑者、そしてグループ主犯格の30代の松江大輝容疑者など計10人よ。さっきマリサが話していた、美人で話題になったという女がその佐藤凛果容疑者のことなの。ああ、テレビで逮捕される姿が取り上げられてて、確かに綺麗な女性という印象を受けたぜ。ところで霊夢、佐藤容疑者ってどんな人物なんだ？じゃあはじめに、佐藤容疑者の生い立ちや人物像について解説していくわね。佐藤凛果は、新潟県見附市出身の22歳で、小学校は見附小学校出身と言われているわ。6年生の時には、地元の市内で行われていた小学校親善水泳大会に出場し、6年女子100メートル自由形に出場、7位に入賞していたの。結構スポーツ万能だという印象があるな。スポーツだけでなく、学業も優秀だったそうよ。ということは、当時はクラスの中心的な人物だったということか？ネットに書かれていた当時の同級生の話によると、小学校時代は地味だったみたいだけど、中学時代は生徒会副会長だったみたいだね。ただ、今のところ友人だったって人は出てきてないなぁ。とのこと。小学校時代はあまり目立たなかったんだな。けど、中学になって生徒会副会長になるあたり、やっぱりクラスの中心人物の素質があると思うぜ。ちなみに生徒会ではいじめ根絶を訴えていたらしいわ。佐藤が起こした事件に対してネットの書き込みには、これからの人生は、自身の反省から、詐欺根絶に尽力してほしいと書かれてあったそうよ。その書き込みの通りだぜ。小学校では地味だって言われていたけど、中学になって自分の美貌に気づいて、前に出るようになったのかもしれないな。佐藤が東京に上京した目的は、当時本人が勤務していた不動産会社のプロフに書き込んであったそうよ。何か明確な目標があったのか？
高校まで新潟で育ち、大学の状況に伴い東京に出てまいりました。幸せに暮らすためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。お客様との出会いを大切に、幸せになっていただけるご提案をいたします。と書かれてあったわ。佐藤は大学のために上京しているんだな。確かに地元よりは東京の方が、働き方はいろいろありそうだ。他にも同級生と思われる書き込みがされていたんだけど、その内容が、こいつと同級生やったわ、当時は可愛かった？可愛かったよ、頭も良かった。ぶっちゃけ好きなタイプだった？いや特に。性格は男っぽかったしな。サバサバ系か。といった内容ね。そんな佐藤だけど、2022年6月末にニュースで再逮捕されたと報道されたの。ん？何か余罪が判明したのか？そうね。国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったとして再逮捕されているわ。佐藤はオンラインで申請役を担っていたそうよ。佐藤容疑者は、事件のことは話しませんと供述しているみたいね。なんだか他にもいろいろ余罪がありそうだぜ。この事件は、ネット上では佐藤凛花が可愛いという話題がよく目に留まるのだが、他の容疑者の情報は入っていないのか？話題になったといえば、指示役の中村上総容疑者ね。同罪で逮捕された中村上総容疑者は、当時国税局職員で同僚だった塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘したと言われているわね。中村上総は、勧誘相手の塚本翔平容疑者とは幼馴染みで、熊本県出身で2016年に高校を卒業した後、簿記の専門学校に入学して簿記を学び、2017年7月に国税局に配属されたようね。中村上総は、公務員になることが目標だったのだろうか。ツイッターの書き込みには、今は公務員狙っとる県根にあり、俺は絶対国家公務員だから仕方ないよね、国家公務員だからね、国家公務員、国家公務員だもんと豪語していたみたいよ。ちょ、何回国家公務員って言ってるんだよ。ただ、国税局に配属になってから約3年後の2020年3月、国税局を退職していることが判明しているの。あれだけ国家公務員を押しておいて、一体何があったんだ？それについては後で話すけど、その後個人投資家の道を歩み始め、最終的に詐欺に関与したとされているわ。次に中村上総の性格についてだけど、学生時代の知人の話によると、いつも友達に囲まれていて、ニコニコしていました。明るかったし、友達は多い方だと思います。スポーツもできる方で、確かハンドボール部なんですけど、どちらかといえばリーダー的な感じではあったかなと思います。塚本容疑者と仲が良く、明るい二人みたいな印象が強くて、結構いろんな方と仲良くできたりとか、自分が後輩って立場だったんですけど、フレンドリーに接してくれたり、印象に残っています。学生時代は明るい人だという印象を持たれているんだな。一方でこんな話も上がったの。ツイッターでも携帯でも暇な人おって、いつも誰かを探している寂しがり屋だった。明るいけど依存心が強い。部活でサボったりとか、塾でこそこそゲームしてたりとか、そういったのは記憶にあります。明るい反面、そういう不真面目な部分もあったんだな。ただ、中村上総が勤めていたとされる税務署の口コミを見てみると、全体的に職員の対応が悪いというコメントが見られるの。そうか、もし中村がその税務署に勤めていたと仮定すると、職員とうまくいかず、人間関係のトラブルで退職を考えた部分もあるかもしれないな。そうなのよね。学生時代に誰とでも仲良くできるタイプだった中村は、こうした社会の嫌な部分が強く見えてしまって、失望してしまったということも考えられるわ。人当たりがいい人間にとっては、社会に出た途端、人間関係のトラブルに巻き込まれるのは、想像以上に心をえぐられるもんな。自分の人当たりの良さを、まさか詐欺に使ってしまうなんてな。そんな中村上総は、幼馴染みの塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘するの。霊夢、塚本容疑者は中村と幼馴染みという関係で、周りからも明るい二人と言われていたそうだけど、実際はどうだったんだ？塚本翔平は中村にとって、家族と同等かそれ以上の親友だったそうよ。それなら本当に仲が良かったんだな。中村は小学校時代、極真空手に熱心に取り組み、大会で入賞するほどの腕前だったことがわかっているのよ。一方で塚本容疑者はおとなしく、口出し者な中村の言いなりだったとも言われているの。上下関係も構築されていたとか、そんな話もあったわ。それって本当に仲が良かったのか？もしかして塚本容疑者は、そんな中村に誘われて断れなかったとか。そして塚本と中村は、詐欺に使うための PC を買い揃えて都内の高層マンションで共同生活を始めるのよ。ルームシェアをしていたのか。もともと塚本は、同僚の公務員と共に 3LDK のアパートで共同生活をしていたわ。中村は詐欺で得たお金で高層マンションに住んでみたのはいいものの、もともとの寂しがり屋なため、幼馴染みの塚本を誘ってルームシェアを始めたというわけね。
一人でいるタワーマンションよりも、塚本と過ごせる方が中村にとっては居心地が良かったのかな。それにしても、人から騙し取ったお金でタワーマンションに住むなんてひどい話だぜ。今はアカウントが残っているかわからないけど、当時の中村のインスタは、羽振りがいい内容が多く。同級生に、バイナリーオプションで稼いでいる。東京でタワマンに住んでいると吹聴していて、地元では成功したという噂の的だったみたいね。そして中村は、持続化給付金詐欺事件に加担するようになり、幼馴染の塚本を勧誘した。これは現役の国税局員による詐欺事件として大きく報道されることになったわ。塚本の役割は何だったんだ？書類偽造役と言われているわ。中村から指示を受けて、偽造の書類を作成していたんだろうね。そして指示役の中村は、どちらかといえば主犯に近い役割を担っていたとされているわ。そうなんだな。というか、そもそも中村と最初に解説された佐藤は、一体誰に紹介されたんだ？中村は有名大学を卒業し、大手証券会社に入った中峰雄生容疑者に勧誘されたんじゃないかしら。中峰は大学を出た後、大手証券会社に就職したはよかったんだけど、待遇に満足できずに早々に退職していて、当時、中峰は投資スクール、トレードオンラインサロン教室を運営していて、そのサロンに参加していた中村容疑者と出会ったと言われているの。職場の待遇に満足できずに退職してしまった中村と同じような構図で、お互いに考えが共鳴したのね。同じ投資家への道に進もうとしていたんだもんな。佐藤の方はどうなんだ？佐藤は中峰と交際していたこともあって、詐欺に加担していたそうよ。ちなみに主犯格の男とは、中峰経由で知り合ったんだろうと言われているわ。ところで、今回の事件の詐欺グループを束ねていた主犯の男はどんな人物だったんだ？主犯とされる男の名前は、松江大輝、31歳。この男は投資詐欺界隈では有名だったみたいね。今回の詐欺事件では、実名報道されている人と、未だ実名が明かされていない人が何人かいるの。松江はグループが次々と逮捕されていく報道を見て、ドバイに逃亡したと言われているわ。今も逃亡中なのか？後で説明するけど、帰国したと同時に逮捕されているわね。その松江という男は何者なんだ？松江は関西学院大学卒業後、23歳で肉料理屋の経営を始めたの。ローストビーフが大当たりして、六本木や横浜なんかに店舗を展開することになったのよ。経営を始めることによって、いろんな投資家や経営者との交流は増えていくよな。実際 Facebook にも様々な職種の人や CEO がいて、経営者としての交流が広がっていたことがわかるわ。そんな人生を謳歌していそうな男が、なぜ詐欺グループの主犯という疑いをかけられているんだ？28歳の時にマイニングエクスプレスでの投資を始めて、どんどん没頭していったそうなのよ。マイニングエクスプレスのオーナーにも気に入られ、少しずつ地位を上げていったのね。投資家になるまではいいが、道を踏み外すのは良くないぜ。そのうち投資関係で詐欺グループの一員である中峰と出会い、中峰は松江のために投資サークルを立ち上げ、次々と勧誘していくの。だけど思うように資金が集まらず、とうとう持続化給付金詐欺に手を染めることになるのよ。しかも、不正受給した2億円のうち、1億7000万円は松江の手に渡ったとされているわ。ほとんどが松江の手に渡っているのか。ネズミ講でも大金を得られるのはトップだけって話だしな。ネット上では松江大輝は有名だったの。集めたお金はマイニングエクスプレスに投資したとされているけど、そもそもこのマイニングエクスプレス自体がポンジスキーム詐欺として有名ね。ポンジスキーム詐欺？簡単に説明すると、出資してもらった資金を運用してその利益を出資者に配当金として還元するよ。と言って出資者を集めるの。でも実際には、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からいる出資者に配当金として渡すことで、あたかも利益が生まれたかのように装うことよ。ということは、この男は以前からポンジスキーム詐欺を働いていた可能性があるってことか。かもしれないわね。また詐欺師撲滅委員会のツイッターアカウントにはこう書かれてあったの。今は持続化給付金のみ取り上げられているが、松江大輝は他に時計、不動産、自動車のカラローンで融資関係で無知な人間をローンスキームではめ込み、金を引っ張るだけ引っ張らせてマイニングエクスプレスに入金させ、毎月のローンの返済分だけ高い手数料を取って現金化して渡している悪徳詐欺師。そのツイッターの持ち主が誰かはわからないが、そんな話をされると、松江って人も危なそうだぜ。そして2022年6月13日、ドバイから帰国した松江大輝容疑者がついに詐欺の容疑で逮捕されたの。松江は、振り込まれた給付金のおよそ8割を受け取り、暗号資産への投資に充てていたと見られているわ。松江は犯行を認めたのか？調べに対して、松江は、弁護士が来てから話します、と認否を保有していたようなの。そもそも、どうして松江は日本に帰国してきたんだ？松江は同年2月にドバイに出国する前に、アラブ首長国連邦への転出届を提出していたことが判明したの。
昨年から今年の1月にかけて、次々と給付金詐欺メンバーが逮捕されていくのを見て、逃亡を図ったとされているわ。それが本当なら、やっぱり自分だけ逃げようとしたんだな。自分のことしか考えていないことがよくわかるぜ。そして逮捕されてから数日後の警察の取り調べに対して、松江は中峰たちが勝手にやった。私には関係ありませんと容疑を否認しているそうなの。やっぱり、この男は自分だけ助かろうとしてるんじゃないのか。本人が認めない限りは、やったという証拠が見つからない限りなんとも言えないわね。ちなみにどうして帰国したかだけど、本人は自分が主犯格という報道がされているけど、決してそんなことはありません。日本に戻ってしっかり説明していきたい。と上申書に書かれてあったそうよ。一体どんな説明がされるか、気になるところだぜ。12個目、江戸川区高3殺害事件。事件が発覚したきっかけは、2015年11月12日木曜日、こんなツイートが書かれていたことだったのよ。学校が終わって、友達と別れてから連絡がつきません。岩瀬かな、高校3年生、恋は高校の制服を着ています。カバンは画像のものを背負っています。155センチ、体型はがっちりしてます。何でもいいので情報ください。お願いします。連絡もなしに帰ってこないとなると、本当に心配になるよな。このツイートは瞬く間にリツイートされて、コメントにはたくさんの心配メッセージが寄せられたのよ。今回の事件は、岩瀬さんという女子高生が被害者となったのか？そうなの。そしてツイッターで投稿された年月日と同年同日、東京都江戸川区のアパートで、女子高生がある男によって首を絞められ殺害されるという事件が発生したわ。急に男に襲いかかられたら恐怖しかないぜ。犯人の名前は青木正弘容疑者、当時29歳。青木容疑者は、自宅アパートで岩瀬さんを殺害し、事件から2日後の14日に実施したわ。どうして岩瀬さんは青木容疑者の自宅アパートに行ったんだ？まず、青木はコンビニ近くで岩瀬さんを待ち伏せして、化粧品のサンプルがあるといった口実で家に来ないかと誘い、翌日の12日に会う約束を取り付けたの。え？ってことは、岩瀬さんはそれで家に行ったのか？そういうことになるわね。もともと岩瀬さんと青木さんはかつて働いていたアルバイト仲間で、アニメが好きだったという共通の趣味があり、面識があったみたいね。なるほど、ということは初対面ではないんだな。そして約束の日に小岩駅で待ち合わせをして青木の自宅へ向かったわ。そして、事件が起こったんだな。そうね。岩瀬さんのご家族はツイッターの投稿だけでなく、警察に通報もしていたわ。青木は捜査の手が迫っていて逃げられないと判断し、14日に実施したということね。アパート内には首を絞められて命を絶った岩瀬さんが発見され、その時被害者が所持していた現金7500円を奪い取っていたみたいね。なあ霊夢、さっき。学生時代、楽しい思い出ができないまま大人になって事件に手を染めたって話があったけど、青木も子供時代は辛いことが多かったのか？そうね。これから青木正弘という人物がどのような人生を送ってきたのかを解説していくわ。裁判の時に、青木は学生時代の境遇を語り始めたわ。どんな話をしていたんだ？裁判での本人の話によると、青木は人生で友人は一人しかいなかったと語っているの。友人はアニメやゲームに相当傾斜していたらしく、気があったそうよ。全く友人がいないより、一人でもいてくれた方がいいことにはいいと思うが、青木はそれよりも孤独だったのだろうか。そうかもしれないわね。学生時代は青木の両親は別居していて、青木は母親と共に暮らしていたみたいね。だけど、彼は母親からの愛情を感じておらず、母親のことが嫌いだったと語っているわ。どうして青木は母親からの愛情を感じなかったのだろう。何かひどいことでもされたのか？青木には弟がいたらしく、その弟が難病になり、母親は弟にばかり気を取られていたそうなのよ。そうか。それで青木は、自分のことなんかどうでもいいんだと思ってしまったのかもな。こんな感じで家庭内でも孤独感が強くなっていった青木は、中学時代は同級生から無視されるいじめを受けていて、学校でもあまり居場所がなかったそうなの。どこにも居場所がないのは辛いぜ。青木は高校を卒業後、専門学校に通い始めるんだけど、専門学校に入学したと同時に一人暮らしを始めたわ。一人暮らしでの生活は、うまくいっていたのか？コンビニのアルバイトを始めたんだけど、それだけでは生活は全く足りずに、消費者金融から100万円以上の借金があったそうよ。決して少なくない借金だな。ちなみに被害者となってしまう岩瀬さんとは、そのアルバイト先のコンビニで出会うことになるの。そっか。この出会いさえなければ、岩瀬さんは狙われずに済んだのかもしれないぜ。借金も大変だったんだけど、これ以外に青木には高血圧症や、心筋梗塞などの持病もあったみたい。そういえば弟さんにも病気があったと話していたな。ところで、青木のアルバイト先での勤務態度はどうだったんだ？
青木は真面目で、特に何かトラブルを起こすといったこともなく、淡々と仕事をこなしていたみたいよ。しかし、事件が起きる3年くらい前から様子がおかしくなり始めたの。強い孤独感や、持病に悩まされていたのかな。本人の証言によると、病気なども重なり自暴自棄になって、自分で命を絶つか、連続殺人を犯して極刑になってやろうということを考えるようになったみたいなの。その異常ぶりは生活面でも現れ始め、青木が暮らすアパートの住民が、青木の部屋からてめえふざけんななどと言って一人で発狂している声を聞いたらしいの。急に近くの部屋から罵声が聞こえてきたら、普通に怖いぜ。この声に不安を覚えた住民は管理人に報告し、管理人から青木に注意してもらったところ、その声は収まったみたいだけど、近所の住民は青木に対し、外見は小太りで、メガネをかけたオタク風といったところで、母親はたまに来るけど、友達が来ているところは見たことないという証言をしていたわ。友達ができないと確かに強い孤独感はあるけれど、その孤独を埋められるくらいの何かに没頭して、有意義に時間を使うしかない気がするぜ。そうね、自分の人生だものね。そんな中、青木は2015年の9月、突然コンビニのアルバイトを辞めているの。どうしていきなり辞めたんだ？確か、青木は借金苦だったはずだよな。その真相はわからないけど、おそらく精神的に追い詰められていたことに関係しているんじゃないかしら。バイトを辞めるほど、精神的に追い詰められていたんだな。今回の事件の場合は、そう考えた方が自然ね。疲れ切った日々が続いた青木は、ついに恐ろしいことを考えるようになっていくの。事件を起こすために青木が選んだ標的が、岩瀬さんだったの。なぜ、よりによって一番話しやすかった岩瀬さんを。一番話しやすいからこそじゃないかしら。え？人間っていうのは弱い生き物で、自分より強い人には手を汚すことができないのよ。一番話しやすくて親しみやすかったからこそ、標的としても選びやすかったのだと考えられるわ。人間って複雑な生き物だぜ。2015年11月、岩瀬さんのコンビニのシフトを把握していた青木は、彼女が来るのを待ち伏せし、偶然を装って彼女に声をかけ、アパートに誘い込んだわ。かつてのアルバイト仲間だった青木を信用してしまった岩瀬さんは、青木に言われるがままアパートに入ってしまったの。そして青木は、そのまま彼女を手にかけたのか？そういうことよ。岩瀬さんが入室した瞬間に青木は豹変して、そのまま玄関で彼女の首を圧迫して殺害してしまったの。一番話しやすいからって殺人の標的に選ぶなんて、あまりにも身勝手すぎるぜ。マリサもそう思うわよね。ちなみにこの時、近隣住民は誰も悲鳴などの声を聞いておらず、抵抗する間もなく命を奪われたということになるわ。そして青木は岩瀬さんの遺体を浴室に隠して、彼女の携帯電話を川に投げ捨てたと供述。その後、驚くことにしばらくの間、何事もなかったかのように部屋でゲームをしていたそうなの。え？人を殺しておきながら自分はゲームだなんて。その後2日間はゲームを楽しみ、そのうちに自分の人生を終わらせようという考えがなくなり、事件を起こしてスッキリしたからと自ら警察に通報して実施したの。人の命を奪ってスッキリしたと発言をしているあたり、少なからず精神状態は異常だったと思うぜ。そして青木は逮捕され、裁判で検察からの、なぜ恨んでいた母親ではなく、無関係な人間を選んだのかという問いかけに対して、青木はこう言ったの。母の命を奪うとそれで終わりになってしまう、息子である自分が事件を起こせば、社会的に母親が注目されるので、といった表現をしたわ。ますます岩瀬さんを狙った理由が身勝手だぜ。遺族に対する気持ちを聞かれた時は、長い沈黙の後、この事件を通して私が殺めてしまった被害者がご遺族に愛されていたんだと感じ、私の家庭と比べてなぜここまで違いが出たんだろうと疑問に思いましたと言ったそうよ。ちょっと待て、被害者遺族に対する思いとか何も言わなかったのか。そういうことになるわ。そんな自己中心的な発言をしたことで、傍聴席は異様な沈黙になったみたい。急にそんな自分勝手なこと言われると、衝撃的すぎて言葉も出ないぜ。そして青木は、今まで極刑を自ら望んでいるかのような発言をしていたのに、急に自己保身に走る供述を始めるの。青木は一体どんな発言をし始めたんだ？青木は、どのような判決を賜るかによって、私ができることが大きく違ってくるが、叶うなら被害者のお墓参りをしたい。この事件を通して、自分がここまでネガティブになる原因が分かったので、社交的というか周りを信じられる人間になりたいと供述したそうよ。私が被害者だったら、墓参りになんて来てほしくないぜ。それに、有機刑を望んだ発言ということになるよな。自分の人生に絶望していて極刑を望んですらいたのに、どうして簡単に言うことを変えられるんだ。誰が聞いたってそう考えるわよね。神経を逆なでされたご遺族は、青木に対して、家族は苦しみに一生苛まれる、反省や更生は望んでいない。二度と娘を思い出さないようにしてほしい、と述べた後、
過去の判例にとらわれない裁判をしてほしい、と裁判長に述べ、極刑を求めたわ。ご遺族が怒るのも無理はないぜ。だけど、被告に下された判決は無期懲役だったの。極刑にはならなかったんだな。そうね。極刑を望む被害者両親にとって、とても不服なものとなったわ。ちなみに、青木もこの判決を不服としたの。人の命を奪っておいて、判決に文句を言える立場じゃないぜ。青木は、無期懲役は、実質的には終身刑です。私は唯一それだけは嫌です。奪った命は取り返すことができないので、骨髄バンクやドナー登録をして他の命を救いたい。そのためには有期刑で出所することが条件だ。そして有期刑であれば、出所に向けて更生欲が増すが無期懲役だと開き直ってしまう。などといった言葉を発したわ。私だったら殺人犯にドナー提供なんてしてほしくないし。身勝手な殺人で有期刑を望むあたり、反省しているようには思えないぜ。そもそも開き直ってしまうって、裁判の時点で反省しているのだろうか。まるで反省をするかどうかの気分は、判決によって変わりますと言っているようなものじゃないか。被害者遺族も同じ気持ちだったと思うわ。岩瀬さんのお父さんは、非常に残念ですと、肩を落としていたわ。極刑にならなかった理由は何なんだ？やっぱり、長山基準じゃないかしら？被害者が一人というね。だけど、ここまで青木は反省の色を見せないわけだし。他の事件には被害者が一人だけでも反省の態度を見せない殺人犯を、極刑にしたケースだってあるだろう？今回の場合は、青木被告の上告も棄却され、2018年3月27日、無期懲役が確定しているわ。結局、青木は本当に開き直ってしまったのかな。それはわからないわ。ただ、今回の事件は青木によって性的な被害も受けていたの。その場合、被害者の名前を匿名にして裁判が行われるのが普通なんだけど、被害者遺族は、娘の名前が出なければこの事件はなかったことになる。うちの娘は A なんかじゃないとして、実名での審理を望んだの。ご遺族の強い要望だったんだな。13個目、栃木兄弟誘拐事件。兄弟誘拐殺人事件ってことは、被害に遭ってしまった子供は一人じゃないのか？犠牲になったのは年子の兄弟で4歳の小林和人ちゃんと、3歳の隼人ちゃんよ。おいおい、まだ幼稚園児くらいの子供じゃないか。そうね。事件が発生したのは2004年9月11日で、3日後の14日に、思い川という河川で隼人ちゃん、その2日後に和人ちゃんの遺体が発見されたわ。ということは、川に捨てられたのか。聞いただけで犯人に腹が立ってくるんだが、ちゃんと逮捕されたのか？しっかり逮捕されてるわよ。捕まったのは下山明宏という39歳の男性で、当初の容疑は未成年者誘拐だったけど、兄弟の遺体が発見されたことで、17日に殺人容疑で再逮捕されているの。下山は橋の上から子供たちを落として殺害したのよ。ひどい話だな。下山は見ず知らずの兄弟を誘拐して、橋の上から捨てたってことなのか？この話だけ聞くとそう思うかもしれないけど、この事件はもっと複雑なのよ。とりあえず言っておくと、下山と和人ちゃん、隼人ちゃん兄弟は面識があったのよ。血こそ繋がってないけど、一緒に住んでいたからね。一緒に住んでいた？ますますわけがわからなくなってくるぜ。わけがあって引き取った子供の面倒を見きれなくなったのか？そういうわけでもないのよ。じゃあどういうことなんだ？私にはさっぱりだぜ。下山の先輩である小林康則さんの息子が和人ちゃんと隼人ちゃんなの。で、小林一家は、事件発生の数ヶ月前から下山の家に居候していたのよ。下山の家には小6の娘と小1の息子がいたから、下山の家には下山と小林、その子供たちの6人が住んでいたことになるわね。先輩の小林が子供を連れて下山の家に転がり込んだってことなのか？信じがたい話だが、この二人はどういう関係だったんだ？まずは、下山と小林のことを話していくわね。下山は栃木県小山市の資産家の家に生まれた子供だったわ。お金持ちの家に生まれるとか、羨ましい限りだぜ。下山の家は土地を持っていたようで、戦後の経済成長に応じて、豊かになった家だったのよ。家族仲が悪いということもなかったわ。下山はそんな豊かな家の息子として生まれたんだな。家庭が複雑とかでもなさそうだし、事件の匂いが全くしないぜ。そうなんだけど、当時はヤンキー全盛期の時代で、下山も非行に走るようになったのよ。恵まれすぎても良くないってことなのか。ここで登場するのが、先輩にあたる小林だったのよ。下山と小林は、暴走族の先輩後輩関係にあったの。だから、下山は小林に頭が上がらなかったわ。暴走族ってもっと自由な感じがするんだが、違うのか？腕力と喧嘩の強さとかで上下関係が決まって、年齢は関係ないというイメージがあるぜ。暴走族だって集団である以上は社会の縮図よ。彼らの上下関係は、当時の部活動よりも厳しいものだったの。
星の数ほど暴走族がいた時代だから、一概には言えないけど、暴走行為の際は、一番年下の下っ端が、ケツ持ちをやったりするのも珍しくなかったのよ。ケツ持ち？先輩たちが先頭を気持ちよく走れるようにする役割ね。ケツ持ちの文字通り、一番後ろを走るのが通例で、その位置関係上、警察に逮捕されるリスクが一番高い役割なの。特殊詐欺における出し子、受け子みたいなもんだな。上下関係で逮捕リスクまで負わされるとか、暴走族は怖いぜ。次の下っ端が入ってくれば、今度は自分が偉そうにできるから、それを糧にしていたのかもしれないわね。学生時代の小林と下山がそういう上下関係にあったことは分かったぜ。だが、下山は逮捕された時に39歳だったんだろ。学生時代の上下関係がそこまで大きくものなのか？少なくとも、この二人に関してはそうだったのよ。下山は高校を卒業してから、実家の会社の運転手として働き始めたわ。結婚もして、女児が生まれたけど、2年も持たずに離婚して、再婚もしているのよ。女性との縁にもこと書かなかったようだな。再婚相手の女性との間にも子供が生まれて、そこからは夫婦円満だったわ。なんだかんだでうまくやっているようだが、何がどうなったらさっき話した事件のようなことになるんだ？最初のきっかけになったのは、下山の母親が亡くなったことね。母親が亡くなったショックでどうにかなってしまったのか？そういうわけじゃなく、下山家の資産の経理を母親がやっていたのよ。母親の死後、父親と下山が管理することになるわけだけど、二人ともに、そんな能力はなく、莫大な資産はあっという間に消えてしまったわ。下山家を支えていたのは母親だったわけだな。資産家の息子だったのに、下山は一からスタートして働かないといけなくなったわけだ。養う家族もいるし、大変だぜ。下山はそこから、ダンプを使った廃棄物処理の仕事を始めるのよ。下山家は、派手な装飾のダンプと夫婦円満なことで有名だったの。下山は子供に優しく、地域の親睦会の副会長も務めていた人気者だったわ。次期会長候補とまで言われていたのよ。お、なんだかんだでうまくやっているじゃないか。事件を起こしたと聞くと、想像しにくくなるが、人当たりは良かったのか？知っている人の話によると、子煩悩で愛想もいいけど小心者、というのが下山の性格だったそうね。でも、下山にはこの頃から裏の顔があったの。裏の顔だって。不法投棄よ。10年ほどにわたって、下山は不法投棄を繰り返していたの。産業廃棄物の投棄場所の手配師と組んでいたようね。この裏稼業のおかげで、お金ができたのか、夜に遊び回る姿も目撃されているわ。おいおい、そのお金で家族を食わせてたとかじゃなかったのか。不法投棄だなんて、いつかはバレるだろ。マリサの言う通りで、下山はこの不法投棄がバレて逮捕、起訴されてしまったわ。そのあたりから、下山は毎日家で、ゴロゴロするようになり、奥さんは昼夜を問わず働くという状況になったの。そんな状況が長続きするわけないぜ。この頃には喧嘩も絶えなくなっていて、円満で有名だった下山夫婦も、離婚してしまったわ。下山は娘と息子を引き取ったのよ。そして、事件発生時の 3DK のアパート生活に繋がっていくわ。なるほど、下山についてはよくわかったぜ。じゃあ、小林はどうなんだ？小林は高校卒業後、大阪や東京で塗装工として働いていたわ。結婚と離婚もしていたようで、最終的に男で一つで子育てをすることになったのよ。子供は男児が3人よ。3人だって？事件の被害者になった和人ちゃんと隼人ちゃんは次男と三男なの。なるほどな。しかし男で一つってのは大変だろうな。小林に仕事と子育てを両立できるのか？長男は実家に預けたんだけど、それでも無理だったようね。小林は仕事で家を開けないといけなかったし、幼い兄弟の面倒を見ることは不可能だったわ。今なら在宅ワークする手もあるけど、当時はそんな仕事もないもんな。小林は塗装工だったみたいだし、なおさら家にずっとはいられないぜ。そうなのよね。小林はどうにか都会で仕事を続けようとしていたんだけど、それも無理だったみたいで、地元の小山市に戻ってきてしまったわ。仕事を変えて、子供3人とのんびり。とはいかないよな。ええ、小林はまたしても長男だけを実家に預け、二人の子供を連れて出て行ったわ。その時に頼ったのが、後輩だった下山の家だったのよ。学生時代の付き合いなのに、未だに連絡を取り合っていたってことか？一時期は信仰も途絶えていたんだけど、ある日ばったり再会したのよ。その場所はパチンコ屋だったわ。パチンコ屋で再会ってのが、もう、ダメな感じ満載だな。最初は下山の実家に住んでいたという話だけど、少なくとも、事件が起きる数ヶ月前、2004年の6月からは、
3DK のアパートでのいびつな同居生活が始まっていたわ。下山と小林と、下山の長女と息子、和人ちゃんと隼人ちゃんの6人と考えると、心もとない広さだな。しかし、一体何があったら悲惨な事件に繋がるんだ？同居が始まってほどなくして、小林の息子たちは、下山から虐待されるようになるのよ。ご煩悩な下山が虐待するのか？原因は父親である小林とのトラブルだったの。下山は小林が、生活費を払ってくれないことに不満を持っていたのよ。金の問題か。それだけじゃないわね。このアパートにはエアコンのある部屋が、一つしかなかったんだけど、小林さん一家が独占していたわ。さらに、家事はすべて下山の長女がやっていたの。じゃあ、小林一家はお金も入れずに快適な部屋を独占し、挙句の果てに小6の女の子に、家事をやらせていたことになるのか。下山の不満も相当だろうな。でも上下関係があるから下山は小林に強くは言えなかったの。そのはけ口になったのが、和人ちゃんと隼人ちゃんだったわ。子供に罪はないのに、ひどい話だぜ。だが、息子たちが怪我をするんだから、小林も気づくんじゃないか？もちろんそうで、小林は何度か下山に制裁を加えていたのよ。それも、子供たちの前でね。下山の子供たちの心にも傷が残りそうだな。誰も幸せになっていないぜ。このいびつな関係は近所にも知れ渡ることになったわ。たびたび、下山の怒鳴る声と子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえてきたそうよ。さらに近所のコンビニの店長が和人ちゃんと隼人ちゃんの顔や腹にあざがあるのを、発見して通報、児童相談所が保護する事態にも発展しているのよ。保護されたんならよかったじゃないか。でも、小林が引き取りに来て、祖母の家に住むという条件で兄弟を、引き取っているの。もちろんだけど、その条件は保護になり、引き取られた兄弟は下山の家に戻ることになったわ。おいおい、もう別々に住んだ方がお互いのためだろ。小林にはそのお金もなかったのか？子供の面倒を見るとお金がなくなるし、仕事をすると子供の面倒を見れなくなるしで、小林も動きようがなかったんじゃないかと思ってるわ。出ていけば、どう転んでも養育困難となれば、下山の家に居つくわよね。八方塞がりとはまさにこのことだな。下山の不満はどんどん膨らみ、夏頃には家事を担当していた長女も、近所に愚痴るようになっていたわ。長女も限界が近かったのかもな。さらに下山は、小林が長女にいたずらしてるんじゃないかとも思っていたようね。憎しみのあまり、想像に際限がなくなったとも言えるけど、客観的に見て、絶対にないとも言えないのが怖いところね。そこまで憎しみを持っている相手が同じ屋根の下で暮らしているのに、強くは言えないと。そんな状況が続いたらおかしくなってしまうぜ。マリサの言う通り、9月11日、ついに下山は限界を超えてしまったのよ。下山は和人ちゃんと隼人ちゃんの殺害を計画、川の端から二人を突き落としてしまったわ。ついに悲劇が起きてしまったのか。小林は何度も下山に電話したけど、下山は知らぬ存ぜぬで通していたわ。でも最初に話した通り、下山はこの2日後に未成年者誘拐の容疑で逮捕されるの。最終的には、下山は犯行を認めて遺体も見つかったわけだな。思い川を捜索した結果、14日に隼人ちゃん、16日に和人ちゃんの遺体が見つかったわ。最初の事件概要の話から、下山と小林に関する見方がガラリと変わってしまったぜ。下山が悪いのは言うまでもないが、小林の生活態度も良くなかったんじゃないか？被害者の遺族にあれこれ言いたくはないんだけど、否定することはできないわね。それに、この父親二人の間にはまだ話していないヤバいことがあるのよ。おい、まだ何かあるのか？まず、逮捕後の下山と小林の話は食い違っていたのよ。下山は小林に不満を持っていたと話すし、小林は下山が心よく居候させてくれたと話していたの。この二人の上下関係とかを考えると、小林の言うことを信じる気にもなれないな。小林は強気で、記者会見で下山には憎しみしかないと語っているわ。さらに、下山の発言を全て嘘だと語り、自分も食費は半分ほど負担していたと話したわ。これ、一体はないの次元になっているし、どちらも完全には信用できないよな。そうね。この言い争いに関しては結論が出ないから置いておくわ。でも、どちらかというと世論は下山より小林を責めていたわね。それもわかる気はするぜ。で、それ以外に、逮捕後に判明したことってあるのか？いろいろとあるわよ。まず、兄弟の遺体が見つかり、容疑が殺人罪に。切り替わった頃に、下山から薬物反応が検出されたの。薬物って、覚醒剤か？下山が覚醒剤を使っていたことが判明したのよ。おいおい、下山は覚醒剤を使っていたから暴力を振るっていたんじゃないか？それに、犯行も覚醒剤の影響だったりしそうだぜ。犯行時も服用していたんじゃないかと言われているわね。
でも、下山は絶対に発見されないよう、兄弟を投げ落とす川を選定していたから、計画性と殺意はあったのよ。じゃあ、覚醒剤の影響による突発的な犯行というわけではなかったのか。どうして覚醒剤なんて使ったんだろうな。下山を中学時代から知っている女性の話によると、随分前、それこそ、不法投棄で逮捕起訴された後くらいから薬物を使用していたそうね。おいおい、小林一家とのストレスで始めたとかじゃなかったんだな。そもそも、不法投棄に加担していたくらいだから、そういうつても昔からあったんだと思うわ。にしても、同居していたのに、小林は下山の薬物使用に気づかなかったのか？ここでさらに衝撃なんだけど、小林も後に覚醒剤取締法違反で逮捕されているの。薬に関しては、小林と下山は同じ穴のムジナだった可能性が高いのよ。ますます小林への反感が高まりそうだな。完全にこいつが悪い、みたいなのがなくてもやもやするんだが、下山は最終的に懲役何年になったんだ？下山には一審で死刑判決が下されているわ。下山はこれを受けて控訴していたのよ。子供二人を殺して、覚醒剤もやっていたんだから、死刑になるのも無理はないな。控訴しても覆らないんじゃないか？でも、この裁判は思わぬ結末を迎えたの。控訴審が始まる前に、下山は病死してしまったのよ。死刑になる前に、病気で死んでしまったのか。風邪をこじらせたせいだったみたいね。下山の死によって裁く対象がいなくなり、裁判は終わることになったのよ。下山は犯行を反省してはいたけど、裁けなかったことをご遺族は悔しがっていたわ。しかし、ご遺族は父親の小林も責めた方がいい気がするぜ。確かに、責任の一部は小林にもあるわね。小林の裁判だけど、下山の家で、覚醒剤を使っていたことが改めて判明しているのよ。同居生活の中で、二人の間で覚醒剤のやり取りがあったことも指摘されているわ。本当に、どっちが悪いのかわからなくなってしまったぜ。間違いなく言えるのは、家に住んでいた4人の子供たちが、全員被害者だったってことね。子供にとっては過酷すぎる環境だもんな。下山の長女も小6の身で家事を頑張っていたし、小林によるいたずらを受けた疑惑は、消えてないわ。それに、小1の長男も下山の虐待を受けていたのよ。本当に、誰も幸せになっていないな。せめて、下山の子供たちの心の傷が癒えていることを祈るしかないわね。今回の話はどうだった？聞けば聞くほど、誰が悪いと断言できない感じになってきて、ひたすらにモヤモヤする事件だったぜ。上下関係があるっていうのも、場合によっては考えものだな。けじめとしての上下関係は必要だけど、これが歪になったり、主従関係になってしまうと良くないと思うわ。マリサも今は後輩に優しいみたいだけど、気をつけた方がいいわよ。おいおい、さすがにこんなことになる前に自制するだろ。と言いたいところだが、家中にいるとわからなくなるもんだし、気をつけるぜ。というわけで今回は栃木兄弟誘拐殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。